はい、みなさん、こんにちは。え、二千二十二年、宅建本試験解説会ですね、始めてまいります。担当します、のはレックス専任講師、水野と申します。どうぞ、よろしくお願いします。宅建試験合格発表出ましたが、三十六点合格。合格率十七パーというね。このだけ難しいので、あの三十六点、本当にびっくりですね。 あの、まあ、没問あが統計がねあのどうしても言い逃れもかもできなくてまあ没問になったとっ、まあ、やっぱり影響はあるのかもしれないですけどそれでもね36はびっくりです私受けたばっかの時あの去年より下がると思いましたもんであの、まあ、下がると思ったんだけど統計というかねあの当日回答速報会やって、まあ、結果見たら皆さんできてるんですよ。 びっくりしましたよ。こんなできてるんだっていうね。だからやっぱり何らかしら現場で考えてできる問題とか難しい問題でも何かヒントがあったとかそういうところがあったかもしれない。そういったところをじゃあ皆さんにね例えばまあ今年ね詳しい思いして今日来ていらっしゃる方いっぱいいると思います。あの見たくもないですよねあの落ちた問題って気持ちわかるんですけどあの見たことも,も何で間違えたかなんでできなかったのかっていう分析をせして来年はないんですよ。 でもちろんもう一からもったいやり直しっていうのは当然なんですけどその意識、えー、勉強時間が足んないのかそれとも理解が進まなかったのか覚えるのが足んなかったのか何がね足りなかったのかやっぱり見ないととであとねこちらね今日のね回答稼いから合格された方もいっぱいいると思いますそうなんです毎年 なんで来てんですかみたいなね、あの聞いちゃだめですけど、でもやっぱり合格した、そしたら、どうも、そうだった、こういうのやったなっていうね、その感激ね、まあ、それをね、見ながらということで、きょまね、まあ、なるべく全問解説させていただきますので、まあ、これからの、ね、勉強の指針、あと、自分がやってきた過程をね、まあ、見直しておいていただきたいということで、まあ、お集まりいただいているわけでございます。では、それではね、早速ね、中身からいきますけども、まずこの、えー、ここが出たという冊子、今日お配りしてますが、このね、冊子はね、すごくいいですよ。 で、なんでかって言ったら、問題解説が出てるだけじゃなくて、後ろの方に、正解率が出てるんですよ。正解率。えー、一番最後のページです。ページ数がないですが。で、ここで、あの、正答率が何パーっていうのは出てるのは、まあ、どこの本でもうちのウォークモンって過去問集でも出てるんですが、何がすごいって、あの、パーセンテージ。それぞれの足が、枝が、どこにつけたか。だか例えば、正答率が8割なのに、自分、3パーのところで間違えてたと。 これはね、大いに反省なんですよね。3%? パー昔の消費税かお前はみたいな感じになるじゃないですか。え、5%パーとか、10%パーとか、そういったところにつけてたら、大いに反省なんですよ。でも、例えば、正当率が3割のもので、え、43%パーのところにつけてたって言ったら、それしょうがないじゃないですか。うん。だから、優先的にやるのかやらないのか。要は、何でもかんでも全部隅々じゃないんですよ。これね、あの、今年難しいから全部。今年ね、失踪宣告っていうのが出たんですよ。 あそこら辺の深掘りなんていうのを来年に向けてやってたら来年も危ないですよ。はっきり言って。あの、時間が無限にある方は OK です。あの、時間が許すので、許す限りやればいいので。時間が解決するので。ところがこの試験っていうのは仕事とか家事育児とかいろんなこと様々なことをやりながら空いた時間でやらなきゃいけないんですよ。そんな宅剣の時間でずっと朝から晩まで費やしてらんないんですよ。メリハリつけないといけないんですよ。だからできなかったところすべて全部完璧にやる。いや、逆に遠のくんですよ。 えー、過去問じじゃゃ受受かかからないんじゃないいんりますあのこれね過去問で受かるっていう確信持てた方は受かる逆に過去問じゃ受かんないと思った方はちょっと危ないんですよいろんなことをやりだして結局何にもならないっていう、うん、そこら辺でお話ししたいんですよ要は来年の指針にちゃんとした勉強をしないと、うん、これ合格って難しいです、えー、要領を生むんじゃないですちゃんとした姿勢で勉強しないと、えー、そういったところをね考えていただきたいということでこの正答率よって要は みんなができてるのに、え自分、レアのもん、レアの3%パーとか4%パーとかそんな少ないね、うん、あの、正当率でつけてたら、やっぱ反省、優先的なんですよね。うん、というのを見るのにすごくいい教材なので、いい資料なので、ね、はい、まあ、ちょっと、あの、後でね、また見ていただきますがえ、やっていきましょう。それではすいません、じゃあ、問い主からね、始めてまいります。権利関係から。 で、まずね、今日この権利関係なんですが、えー、権利関係って14の7、よく言われますね。あのー、14問中7問、これが最低ラインですと。うん。あの、今年も当てはまりますね。あの、14の7って。半分。うん。で、半分言ってた。でも落とした。落ちちゃった。情報とか制限とかに、みんなが取れてる問題、ミスないですかねって見てほしいんですよ。で、ちなみに、この正答率を見ると、あの、正答率が、 えーっとね、えー、6割超え。6割超え。この後ろの方でね。あとで数えてください。60%以上のもんって全部でね、38万ですよ。あの、正答率60%ですよ。60%っていうのは過半数よりもっと多い人ができてるんですよ。それ全部ちゃんと取れば、どうしよう、38点なんですよ。合格してんじゃないですか。で、あと残り外すかって言ったら、いや、勘で当たる問題もあるはずなんで。結局、みんなが取れる問題をちゃんと取ってれば、合格点2、3点プラスで合格ライン行くんですよ。 そんな正当率が5%、10%、15%、20%、30%の問題を取らなくても大丈夫という、そこを見てほしいんです。だから、あの、思考回路がちょっと逆な方って絶対勉強っていらっしゃって、あの17、17%の合格者だから、正当率17%のやつも合格者は取ってんじゃねえかみたいね。それでやっていくと、結局本当に大事なところがスポーンと抜けちゃうんですよ。完全に記憶力が完璧で、もう、もう、すごく勉強、理解力もはかどってっていう方だったら満点狙ったら満点受かるでしょうよ。 そんな人間時間ないし、そんな覚えきんないんですよ。うん。っていうことをまずね、認識していただいて、正答率、あの、一応目安6割です。でね、ちなみにこれって、レックのその回答速報会に出てご協力いただいた人なんですよ。だからレックの受講生が多いです。なので、あの、世の中の受験生って、例えば宅見受けた後に、全然ダメだったと思ったら、どうなると思いますもうね、飲みに行くんですよ、試験終わったとで、飲みに行ったまま、もうそんな入力とか、 いや、全然できないしと。もう興味もないから入ってないです、これ。だから実際の母体すると、もっとね、下がります。合格。正当率は。うん。だから、6割。ええー。だからね、実際5割ぐらいでもいけますよ。ほぼほぼね。50%の正当率なので、まず、ハウスの人ができるものは、ちゃんと取りましょうと。で、そうするとね、ま、今回14の7。で、難しいのがね、あの、失踪宣告と期間の計算と時印のね、個数問題という、この3つが、もうどうにもなんないという。うん。でも、どうにもなんないでも当たってる方もいますよね。 いや当たってんだけど、いいじゃないですか。当たってれば。ええ。じゃあ、それを勉強して覚えてやる必要があるかったら、逆です。ないです。だって、それやっちゃうと、ものすごい量と、ものすごい暗記量と、ものすごい記憶力が必要になるじゃないですか。なので、まあ、それを一問一問ね、確認しながらやって参りたい。所存でございます。はい。じゃあ、いきます。問いの一番。で、あの、図とかは今回は書きません。あの、講義ではないので。ええ、もう皆さんすでに図とか書いてやってる方も多いと思いますんで、で、判決文の問題ですが、正答率90.6%。 90.6ですよ。すごくないですか、うん、だから日本全国で受験生が9割じゃないです。この回答速報会にご協力いただいた方なんで、もっと実際は下がるでしょうよ。でもこれはできてほしい問題なんですよ。それはなぜなら、まず判決文。あの、皆さんがどういうやり方やってるかわかりませんが、あの、私は判決文は最初読まない。えー、もう知識で解く。正しいかどうか。あの、なぜなら、あの、判決か条文で出てくるんですよ。卓の問題は。学説って出ないから、知識で解いてもうあってりゃ、それで終わりなんですよ。 うん、だから、そういうやり方で、うん、まあ判決文は読まないでやってみるかなで、それで知識でね、これもう、バツ丸、ツってね、答え出ちゃうんです。あの、ちゃんと、普通に、ちゃんと過去問やってれば。うん、で、今回、A が B から一番ですよ。買い受けて、未了の間に A が二重で受けて、買い受けて、完了した。C は配信的悪意者に該当するときやっても、対抗できる。配信的悪意者ってすんげえ悪い奴なんですよね。すごい悪い人って、登記してても勝てないですもんね。 じじゃあ罰じゃ罰んとえもう判決文読むまではなく罰じゃんとあのこれあの知識で罰で判決は違ってたのはないですだって判決文が根拠とてだけ出るんでえこれがねまたね司法書士とかね資格試験になると学説っていうね判決じゃない考え方もお勉強することなんですよ。 そうするとまた違うんですけどね。でも、宅建は条文判例で違うことは絶対にないので。もう一番、バツ。あと二番目、配信的悪意者ではない C が A から二重に買い受けた、配当期が見ろいであっても C に対抗できる。いや、できないんじゃないのっていうね。で、これなんかもう今日はもうじっくりと説明じゃないですけど、いや、バツって多分いけていただきたいななんですよ。で、三番が丸なんですが、A から B が買い受けた。もう今日図書きませんからね。本当は図書いた方がいいですよ。あの、民法勉強するときは図を書く。 増角と見えてくるので、状況が。で、そうしたときに、投機が未了の間に、配信的悪意者である C が二重に買い受け、さらに C から D が買い受けた。配信的悪意者からさらに買い受けた。この場合、D も B に対する配信的悪意者に該当するときは、D は対抗できない。D も配信的悪意者ですっ、ね、て。したら、え、前の人も配信的悪意者、この人も配信的悪意者、両方悪いなら、それは悪い奴は勝てねえだろ、これだろう、と。ハートでも解けませんか。 えー、ハートで解くって感覚、要は気持ちで解くっていう風に言うんですけど、あの、これね、あの、すごい私誤解されるんですけど、ハートで解け、イコール勘だと思ってる人も多いんですよ。あの、そんなこと言わないですよ。あの、ハートで解けて勘で解くって言ったら全然講義いらないじゃないですか。全然勉強いらないじゃないですか。そうじゃなくて、リーガルマインド。考え方。大したら難しくないですよ。悪い奴は保護されないんだから、配信的悪意者だったら、いや、それは勝てないでしょ、丸。知識でもいける問題なんですよ。 うん。で、あと4番目も、これ、あの、C が配信的供者に該当しなくても、B が悪意であるときは対抗できない。いやいやいや、C、別に C、登記してるので勝つ。悪意って悪いってことじゃないですよね。知ってるってことなんですよね。うん。だからその言葉の意味。だからね、まずあの、皆さんはお勉強してて、悪意というのが出てきたときに、悪いっていう感覚を持った時点で、民法の考え方がなんか崩れ落ちてます。もう全然わかってないってなります。悪意って、 悪っていう字があるけど悪いっていう意味じゃないんですよ。知ってるって意味じゃないですか。でもだんだんなんか知ってて買ったずるいやつみたいな感じになって、なんか考え方がずれてきちゃうんですよ。その考え方をずらさないようにする方が大事。民法は規定を覚えるよりは考え方なんだね。うん。だからそうすればね、全然問題なく3番が選べるので、これはできなきゃいけない。で、あとは判決文の問題は判決と照らし合わす。え、それと同じものを探す。それともできるんでね。 なので、この問題は、はい、取らなきゃいけない問題でしたということです。次、問いの2番。で、これね、あの、後ろで後で見るの大変だといけないんで、私、口頭で言っちゃいます。67%、正答率。67。ということは、取るべき問題、取りたいです。合格者になるんだったら。んで、丸○×丸なんですが、家庭裁判所の許可で遺留分放棄できる丸あの、遺留分の放棄って、後から遺留分で金返せという。 えー、侵害頼学請求っていうのがある。でもそれいりませんということなんですよ。これ、家庭裁判所の許可があれば、生前にできる。大事な知識です。2番目、相続法規、生前にできない、丸。相続法規って、私相続になりませんってやつです。相続開始前にやれない。これも何度も出てくる大事なルールです。で、3番目なんですが、相続法規と遺留分の法規って別なんです。 遺留分の放棄は、亡くなった後に、例えば全財産どっかね、うん、宗教団体寄付するとか愛人にあげるとか言ってるような場合に、取り戻せんですよ。うん。でもそれを取り戻せません。もうかいいです。と。ね、取り返すことをしませんっていうのが、遺留分放棄って言うんですよ。相続放棄は相続にならないってことなんですよ。全然意味違うんですよ。全然意味違うんだけど、似てるから、これに丸したって、やっぱり勉強ちょっと足りなかったです、相続の。うん。相続放棄と、遺留分の木、全然違う。 でも雰囲気似てるから違いが分かんない遺留ムのほうは遺言がなければ相続になれます相続にできます、うん、これね講義でもねもう完全に私絶対もうあのストーリー性を持ってね YouTube でもね遺留ムのほうとか水の手やれば出てくるんでねちょっと見てくださいよ、まあ、あれでね絶対取れていただきたいんですよなんで、まあ、できないっていうのはこれまあ独学の方でねやっぱり難しくて似てるから分かんなかったと、うん、だからそれはね多分知識不足ですね、えー、これはね合格者だったら持っててほしい 知識です。難しいことは、そう、失踪宣告なんていうのはどうでもいいから。どうでもよくないけどどうでもいいから。えー、これはやっぱり何度も出てるとこだから見ときたいですよ。あの、何度もって言っても民法だから年柄年中じゃないんですよ。えー、10年に1回とかでも昔何度か出たんだったらやっぱり過去問えー、見といてほしいとこです。あと、相続人が兄弟姉妹であればいる分ない。兄弟姉妹いる分ない。あの、これにつけちゃ絶対いけないやつですね。うん。この2番は知識で67と、 うん。まあ、3割3、3トも落としてですよね。うん。でもやっぱり17、17%に残るためには必要な知識と。いうことで足りなかったらもう一回見直そう。え、優先的に見直すとちゃんとやっとくというところを見といていただきたいんでございます。はい。次、問いの3番。正答率85.8。で、これ結構びっくりしました。何がびっくりしたかったら、この制限能力者で85%も正答率すげえなーと。なんでかって言ったら、ちょっとね、やりにくい問題なんですよ。あの、簡単じゃなかったと思いますよ。 なんでかって言ったら、じゃあ行きます。一番、貢献監督人がいる。何これと。まあ、出たことありますけどね。貢献人のさらにお目付け役。貢献監督人の同意を得なければ取り消しができない。罰なんですあの、取り消しとかは別に貢献人できる。貢献監督に何か不都合なことをなんか買うとかね、金使うとかそういうのはできないんだけど、取り消しっていうのは別に貢献監督人の同意なくてもできるからという。 知らんよそんな知識でいいんですよえ、こんなのテキスト見てないんですけど、過去問ないんですけど、うん、分かんなかったら、分かんないにしてください、はてな。で、今後やるかどうかは皆さん次第なんですけど、うん、あの、いるかいらないかったら優先的にはいらないですね。えー、なんかいらねえって言ってたな、とりあえず分かんなかった、流す。で、2番目、青年後見人が後見人に代わって、これを行っても、利益相反となることはない。どういうことだ 相続放棄して、その人がもらわなくなったら、自分がその人をもらえるって言ったら、得しませんあ、これって相続放棄して全部自分で締めようってがめようっつのかそういうこともあり得るんじゃないかって想像力です。だから知識で知ってますかって言ったら、いや、何こんな問題見たことないと。うん。結局何が言いたいかというと、過去問をやっても無駄とか、過去問は意味ないとか、そういう風に言う方って、過去問通り出てないからやってもダメだねなんですよ。 違うんですよ。過去問をやるっていうのが過去問を覚えることじゃないんです。過去問を題材に勉強するんです。周辺を。うん。だから過去問をやるのは絶対なんです。それはなぜならこの取引士の試験にとって過去出たところは取引士になるにあたって大材知識が出てるんですよ。それが大事じゃないわけないじゃないですか。あの過去問が大事じゃない試験なんてどの試験もないですよ。すべて過去問が大事なんですよ。 それなのにあ過去問やっても無駄だなってなってる時点でちょっとなんかあらぬ方向にいってる感じの方が多いんですよ。あの結局いろんなね資格の学校の問題集やれば過去問ベースだからなんとかなったりする方もいるんですよ。長い年月かけると。でも過去問なんですもう根本は、うん。それでそこから発生して勉強する、うん、っていうねやり方が大事なので、まあ、今回の問題だったらいやーこれ自分が得になるようにね相続期しちゃうことあるかな×罰かな×罰かなでもいいですよ。 あと三つ目、法定代理人である一方、補佐人は、補佐人の個人する同意権と取り決心があるが、代理権付与することはないって、なんか表とかに、あなんか代理権っていうのが付与されることも、家庭裁判所であるとか見たことあるのは、これも罰カナーディです。カナーディです。で、四番が丸なんですが、これ知ってます十八になった、そう、青年十八になったんです。で、十八歳の者のは年齢を理由とする貢献の結核自由に該当しない。 知らない、こんなの。すごいところから出てきましたよね。契約が完全に言うことか、そういうんじゃなくて、なんか、いや、貢献人の月額事を該当しないって、わかりづらく出てきましたね。やっぱり保護者だったら大人じゃなきゃまずいでしょう。子供が保護者はまずいでしょう。っていうことは、18は成人だから、いや、年齢でなんか拒否られることはないってことかなと。知らないですよね。でもね、できた方が何で多いかというと、やっぱここってね、考え方だと思うんですよ。あの、18成人になりました、改正点じゃないですか。 改正点は大事。だったら、よく知らないけど、1番よりは4番の方が、改正点だから、知っててほしいって思ってるんじゃないかなっていうふうに考えた方が多かった。だから4番当たったっていう可能性が高いです。うん、あの、これってね、まあ、資格の学校どこもそうだと思いますけど、やっぱりね、大事なものって、正解詞し,したいんですよ。そしたら、この中だったら4番じゃないっていう、その選択肢のセンス。うん、だから、全然わかんないから勘じゃなくて。いや、これわかんなくてしょうがないと思うんでね。 だから、まあ、受講生の方にはね、取ってほしいけど、まあ、6割か7割ぐらいかなと、ああ、85もできたよと。うん、だから、意外な私も誤算なんですよ。うん、あの、なんか、びくり、くり見てたわけじゃないですけど、いや、もっとできないと思ってましたもん。そしたら、こんなにできるんだってね。うん、まあ、レベル上がってますよ。ということです。次、問いの4番。62.7パ十62.7。で、これはどうですかね。うん、あの、ランクとしてはね、これ、B ランクにしたいんですよ。 ってテーマは難しいんでだけど62.7だとやっぱり取りたいですよね、うん、じゃあ取りましょう,おう今からやるまあ今ってすぐってねやっぱり年内忙しいですよね皆さんもねで勉強今からやんないとみたいなこと言われると嫌じゃないですかいや急ぐことはないですでもねなるべく早くねあのやった方が忘れる度合いが少ないので着手はね早めの方がいいですよ意識はでも本格的に勉強するのって今から頑張るじゃないですかあのどうせ4月ぐらいに飽きます あの息切れするんですよもう今からねだからやるぜみたいになるじゃないですかよし頑張るぜみたいな大体、うん、いい3月4月ぐらいでなんか行方不明になるんですよなんかもうやる気なくなってねでまた結局8月ぐらいに来ておおみたいな、うん、あでもそれでも早くやったほうがいい部分でありますよだって今まで今日今年やったことが忘れにくくなんで、うん、だからまああんまり本格的じゃないけどもちょっと軽く見直す程度とかは早めにねリカバリーした方がいいのは確かです、うん、じゃあその時にじゃあ今回ねこの問題って一番 A から公土地を買い受けた D が C の請求に応じて弁済。C ってお金貸した人なんですよ。あの、今日図は書きませんけど。その人が請求して弁済したら消滅する丸。これ、代価弁済って言うんですけど、抵当権ついてる不動産買っちゃしたの保護で、超有名な基本的知識です。だから、1番で丸。これ正解なんですよ。うん。で、でも、 あの、これがもし正解で、ね、なんですけど、234が、バツバツバツで、実はこの1番が丸だと思っても、234がまったい嫌らしいんですよ。これね、あの、順番1番で、あ、これ聞いたことある、丸。234よくわかんないから次みたいね。適当な人も当たっちゃったみたいなね。だけどこれ、あの、1が一番最後に来て読ませてたら、1二三あたり、234あたりで、どっか引っかかってる方って絶対いらっしゃるんですよ。 だからちゃんとなんか一生懸命やったでも中途半端だったってこと、2、3、4。どっかにつけてね。1じゃなくて3にしちゃったや、4にしちゃったってあり得るんですよ。うん。じゃあ行きますよ。まず2番。C に対抗できない賃借権により、競売開始前から使用する E は、6ヶ月経過までは引き渡さなくていい。そうそう、6ヶ月引き渡して、引き渡さなくていいってあったあった聞いたことあるで丸いしてる。残念これ、土地です あの、6ヶ月の明け渡し猶予になるのって建物だけなんですよ。土地はないんですよ。だから、この6ヶ月猶予される、あ、聞いたことあるで丸つけちゃって、アウトと。土地か建物かちゃんと見ないとダメって、ドキソ中のドキソなんですよ。うん、でもそこを6ヶ月っていうね、ついで、来たこれと、来ませんでしたと。こんな問題なんですよね。あと2番目なんですけど、これ、 定等権設定と登記後に建物が建った。競売と競売を申し立てるときは、高都市とともに落つ建物を競売も申し立てなればならない。一括競売っていう規定なんですけど、土地に定等権ついてる、つけたときに建物も同じ所有者だと法定地を権なんですけど、さらちに定等権つけて、後から建物だと法定値を受ない。だから一括して競売、一括競売、まとめ売りができると。 で、そのまとめ売りができるんですが、できるんですよなければならない。義務じゃないから罰と。義務と任意の違い。もうね、することができるとしなきゃならないって、これ意識持っておいてくださいね。全然違うんです。義務なのか、どっちでもいいのか、好きにしてなのか。え、今回は、申し立てなきゃならないって義務になってる。だから罰。だからこれって、この規定云々の前に、まず、義務と任意っていうのが全然違うよっていうのが、 分かってないと、覚える気力、要は覚えようと違いちゃんと分かっとことってならないじゃないですか。うん。だからそこって入り口なんですよね。だもしそこら辺入ってなかったら、やり直すためにここやっとかないと、来年も同じ鉄を踏んじゃうんですよ。うん。なので、ちゃんと意識しましょう。だと、4番目。B が A から公ー地買い受けた、低等不動産の第三取得者として、法定都権について、証明請求で行く。あったあった、証明請求ってと。これなんか飛びつきそうですよね。うん。罰です。なぜなら、B。 債務者です。債務者は全部金、全額返す義務があるんですよ。全額じゃなくて、この程度の金額で消してくれるってずうずしいですね。債務者とか安泰保証人とか保証人は、ちゃんと全部返さなきゃあめ。消滅請求なんて余っちゃうことはできない。っていうお勉強してますかと。うん。あの、定当権難しいけど、そこはやるべきです。うん。だって、これ、出てますから何度も。うん。ということで、今回、B、債務者だから、できないよね、罰。 あの、すべて形は違えど囲み出てるとこばっかなんですよ。ということでできなきゃいけないんですよ。できなきゃいけないけど難しくないですかそう。やっぱり難しいのは確かです。だから、B ランクには落としました。62.7。落としても合格者でも落としてる人いるので。ええ。でもやっぱり勉強として、あ、低等権もなんかすげえ難しいのいらないけど、これぐらいはできる方が多いのねっていうね。その感覚だけでも今日は持ってっといてください。はい、次問いの5番。 はい、正答率65.5。これびっくり。期間計算。これテキスト載ってないですよ。講義でやった記憶ないですよ。この20年、21年やってますけど、こうしてね。言ってことないですよ、もんただ一つ言ったのは、初日不参入ってなったことですよ。初日はカウントしませんと。で、おそらくですが、ここ知識でわかんなくても、わかんなくて、うん、あのー、午前10時か、じゃあ17日は入れないなーっていうことでね、16じゃなくて17かな、罰と。 いう形で、罰金いですよね。で、できて、で、2番目が、あ、これ初、初日入れないよね。じゃあ、えー、今回、入れないから、8月31日入れなきゃ、9月30日1ヶ月だから、丸かなっていう。なんか読んでて、丸かなってなってて当たった方が実際多いはずです。だって、竹地県のテキスト載ってないですから、普通は。えー、やってないはずなんですよ。そのように、え、なんで65.5もいるのってちょっとびっくりだったんですよ。うん、だから読んで、不自然じゃないのを選んだら2番だったと。 え、あと3番目、祝日だったら翌日とか、いや、これ、これあの、ま、前日じゃなくて翌日なんですよ。×。え、なんかお給料の振り込みだと祝日前に入れてないとちょっとムカつきますけどね。いや、普通は祝日だったらその先の方がいい感じじゃないですか。え、だからこれ、いや祝日だったらちょっと給料日その前に振り込めようみたいな感じになっちゃうと外す可能性なんですけど、うん。普通はなんか休みがあったらその次かなってね。そこでつってやめたんでしょうね。 あと、一番下、5月31、午前11、31日期算です。だから、初日入れないから、あ、5月31日だから、6月の30、7月の1日じゃないぞ、罰と。あの、覚えてやろうとしたらすごい難しくないですかうん、でも正解が、まあ35%の人はやっぱ外しちゃったんって難しいですから。でもなんか結構当たってるっていうのがびっくりしたんですよ。うん、だから、もう一回言いますけど、これ6割超えてるけど、覚えなくていいですからね あの、覚えようとしないでくださいね。ただ、十時、午前10時とかって言って、その日を1日とカウントすることは少ないです。あの、その日入れるのってクーリングオフぐらいです、大体。初日参入って。だから、初日参入の方が圧倒的に問題出るんですよ。びっくりですもん、これ出たの、うん。なので、それを一生懸命追おうとすると、来年、再来年、何年か多分出ないでくると思いますよ、これ。えー、あんまり覚えようとしないで、うん、まあ2番できたからいいや、と。 それで俺終わりでございます。優先順位下げた方がいいですよってことです。あと次、問いの6。で、この問題って、あの、1が賃貸借で2が使用貸借なんですよ。で、これね、76.1%で、いやー、もう A ランクになったんですよ、ね、これね。あの、取らなきゃいけない問題。で、多分苦手な方は、1は賃貸借、2は使用貸借って、すごいストレス溜まりますよね。1つの問題に2つ論点あるって。うん、でもこれ乗り越えないと多分、宅研合格しないです。 うん、あの、賃貸借なのか、借地借家法なのかとか、え、何なのかっていう、その一つの足に二つの論点がある。だってこれ、ゆっくり考えればできますもん。おでも、使用貸借をあまりやっぱやってない方多いでしょうね。でもね、そんな深くなくてもね、ここね、結構いけるんじゃないかなと思うんですけど、で、まずじゃあいきます。一番。A は B に引き渡す前であれば1、一。一って賃貸借です。口頭の契約の場合限り自由に解除できるに対して、二番。 書面で契約していやいや、自由に解除とかってできないですよ。契約だから。うん。っていう問題です。いや、これなんかそんなに焦る必要ないですよね。あと2番目。B は、A の承諾がなければ転退できないが、はい。これできないんですよ。OK なんですよ。で、2は、A の承諾がなくても B を適応に転退することができる。 いやいや、勝手にまずいんじゃないの承諾がなくてもできるって、ただで借りてるものをいいおめえに貸してやるよって、そんなノリまずくないですかおいおい、何ただで借りてるって、何他の人に勝手に貸してんだよ。あ罰です。うんまあ、ここら辺ってただで借りてるものだったら好きにしていいわけねえだろうっていうね。その感覚でいけんじゃないかなと思うんですよね。で、3番。これが丸。1、賃貸借。解約にする権利を留保。 まずこの言葉ですね。で、過去問やってりゃ出たことあるから、この言葉何かなって調べるなり、お勉強してるべきもんなんですよ。あの、解除権の留保とか解約の権利留保って、例えば私が皆さんに2年間貸します建物をつっ,ったら、私2年間貸してなきゃいけない。逆に皆さんも2年間借りてなきゃいけないんですよ。当たり前ですよ、約束なんで。で、途中でもういいですって言ったら、ああ、じゃあできるけど出てくのは使わないのよいいけど2年分ちゃんと家賃払うようなんですよ。要は、基本途中解約ってできないんですよ。 でも世の中って、いやいや、借り主って1ヶ月前とかには出ていけるじゃんみたいに。あれ、特約してるからです。だから、その特約というのがあれば、もういいですってできるけど、え申し入れできるけど、してなきゃできない。じゃあ、留保していればできる。2では、解除する権利を留保しなくてもいつでもできる。これ、いつでもできる丸。使用対策ってただで貸し借りしてるから、いつでも返せと。え、もういいやって。使わなくなったら。 チャリタダで貸して,くれてありがととうね返すわといつでもででもきんですいやお互いいつでもできるんですそんな彼氏保護する必要ないから返せとも言えるし返すのもできるいつでもできる丸これね結構使用対策の大事な点なんですよテーマなんですよだから使用対策あんまり不快にする必要は、うん、でもね使用対策やった方がいいですねもう最近あの賃貸不動産経営関,に関してね新しい国家資格なんですけどあれならもう使用対策当たり前にしっかりやんなきゃいけないんですよ うん、で、それだからというわけじゃないけど、そうやって別の資格で勉強している方がいる以上、やっぱり使用対策はちゃんとやるべきなんですよ。なので、まあ、今後はこの3番はちゃんと自信持ってできてほしいなという、そんな問題です。あと4番目。これね、結構わかりづらい可能性があるんですけど、高土地について、本州に B の使用によって生じた損害がある。A、貸主です。が、損害賠償請求するときは、賃貸借だと、返してもらってから5年。 ただで貸した場合は1年以内。はい。返還を受けた時から5年罰どちらも1年以内です。で、これ何かというと、大家さん、例えば皆さんが大屋さんで、え、私が皆さんの物件壊して、で、返したけど皆さん気づかなかった。でもそしたら、いやー、壊したところを直せっていうのは1年以内にやりなさいというルールです。あなたが変な使い方して壊れちゃったじゃないのという、これ返還から5年、いや、1年なんです。ルールです。 ちょっと細かめのルールですがこの問題正答率高いのはやっぱり3番で見たなと使用対策のあこれだって見たなとそれで選べた方が多かったはずでございますピンポイントの問題ですピンポイントでできてる問題です、えー、ということで、まあ、やっぱりできてほしい問題だから使用対策いや結構適当にやってたんだよねって方はじゃあ使用対策も表面的な、ね、深入りそんなにはいらないけど、えー、もう基本的なテキストに載ってるぐらいは見とこうというこれ反省点ですねはい 次、問いの7。正答率 11.、11.1。11.1ですよ。11.1ですよ。あの、サイコロ転がしてやってたら、何パーですか ?25% なんですよ。あの、サイコロは転がさない方がいいと思うんですけどね。あの、持って、持って、持ってっちゃダメなんで。君不、不正受験だと言われる可能性なんで。じゃあ鉛筆いや、鉛筆も転がしてるとコロコロうるさいから、あいつが転がしてるけとか思われるから、あの、考えましょうよ。少しは。 で、この問題考えても難しいと思うんですよ。で、そもそもまずは、何これと。執行宣告とかなってるよ。取り消され。そう。あの、行方不明で執行宣告って受けると、死んじゃったことなんですよ。たとえ生きてても。おうん。ところが、今回生存してたんですって。よかったですね。生きてて。一きて帰ってきたんです。でもよかったんだけど、死んだものとして相続したもの売ってたんですって。戻ってきたんですって。あら、戻ってきてたよと。どうする売っちゃったけどと。 どうしようどうしようっていう。こういう状況なんですよ。知らんわ、女の子と。あの、このテキスト、これを載ってるテキストがあったら、そのテキストは不良品です。あの、なんで勝手にこのテキスト載せちゃうのっていう。もういろんなこと書きすぎてて、ダメなテキストです。あの、テキストって書いてありゃいいってもんじゃないですよ、うん。あの、いろいろ書いてると、じゃあそれ全部やろうとすると無理なんで。えじゃあ、え、行方不明だったの帰ってきた。じゃあ帰ってきたんだけど、今回、この C って、結果的に買った人が、太鼓、ええー、えって、要は生きて帰ってきた人に、えー、 対抗できる場合はすべて掲げたものって何これと。問題の出方もびっくり。でも、こういうことなんですよ。じゃあ考えてください。皆さんが、行方不明になってたんです。アマゾンに、なんか、すげえ魚を求めて。えでね、戻ってきたんですよ。そしたらなんと皆さんが、亡くなったものって私が相続して売ってたんですよ。そん時に、皆さんは、おいおい何売ってんだってなりますよね。俺は死んでねです私は死んでねえぞってなりますよね。あの時に、 いや、でも売ったもの返してもらえるないのはどうするどういう場合って時に、はい。B が善意、C が善意。B が悪意、C が善意。B が善意、C が悪意。B が悪意、C が悪意。はぁ、あ。もう見ててはぁですよね。もうわかんないと。でもそこなんですよ。あの、これ飛ばします、問題。本試験は。でも最後に時間が余って残ったら全力で考える。その時に、生きて帰ってきて、相続人が知ってた買った人も知ってた本当は生きてるって知ってんですよ。 あいつ生きてんの分かってるけど、買ったり売ったれと。勝てるでしょ、皆さんどうです ?C 勝たしたらおかしいでしょ次。善意で C が悪意。あの、亡くなったものと思って相続人はね、あの、失踪宣告したんですよ。でも買った人は、死んでるけど邪魔ねえな、みたいに思ってるんですよ。これどうですか悪意だったら返してあげた方がいいと思いませんいや、これは勝てんだろうと。E、B が悪意で Z が善意、C が善意。相続に相続した人が、本当はね、生きてるって知ってるんですよ。 買った人知らない。普通知らないですよね。この場合どうかと。いや相続人、本当は生きてるの知ってんだけど、執行宣告で、で、財産売っちゃうってひどくないですかいや返してあげたい。これね、両方善意善意なんですよ。で、知らないですよね。だから分かんないんですよ。無理なんですよ。ただ無理なんだけど、んやっぱ自分が生きて戻った時に、相続人か相手かどっちか知ってたら、 ああ、知ってたんだろ、俺生きてんのだと返せよって言いたくありませんかうん。だから、あかな世正解という。完全にこじつけですけどね。これを現場で考えるのも無理でしょうけどね。こんな私塾総選国って、ただでさえわかんないのって、ね。うん。だから、11.1なんですよ。なんかどっちか片方、うん、わかんないからもう適当。そのレベルでしょうね。だから、できる必要があるからないです。で、例えば、これが来年出て、再来年も出て、なんか毎年出るようになると、年々生徒率上がってくんですよ。 これで60%このテーブルのレベルで出てきたら、私その時は回答解説会で、これは必要ですねって言ってます。だってできなきゃいけないじゃないですか。だから時代によるんですよ。だから今ね、もうこれは絶対できなきゃいけないテーマですって言ってるのが、20年前は、いやー難問っすねって言ってたんですよ。でもそれが何度も出てると、それが当たり前になって過去問やってる人はみんなできるようになる。どん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 年々難しくなるそこもあるんです。どんどん出題の、どん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 、それが当たり前になってくる、出てくるのか えー、今当たり前じゃない。今年11%のやつ、来年おそらくね、いや、いくらレベル上がっててもね、30、40%なんですよ。同じ系統で出てで。まだいらないです。で、再来年ぐらいまだいらないと思います。50超えたかどうかぐらいです。で、その次あたりは言います。うん。だんだんなってくんでね。だから今のところはまあいらねえなと。えー、面白い話だ。ただね、思想三角って、やっぱり今あの、行方不明、土地の所有者が行方不明でね。 で、相続人、誰か分かんない、もういない、みたいなことで、必要な知識ではね、あの、あったりするんですよ。だから、勉強して悪いことないです。ただ、達見試験合格のためのお勉強としては、触れてはならない。ね、触れる必要がない。え、優先順位は低い。っていうことです。だから、勉強ってね、目的いろいろありますよね。いや、仕事で必要ねえけど、知識の、え、なんかこう、勉強がしたいと。あ、そうなったらいいんですよ、やるの。だって、合格が全てじゃないんでしょ。え、そしたら、勉強するのいいテーマじゃないですか。 だけど、合格するっていう視点で考えたら、いらんと。もう断言する。そういったところでございます。はい。次、問いの8。正答率 39.、39.3。ええー。ですね。で、これは、難しかったんですよね、C ランクでね。でも、でも、地上権というのの話。賃借権はしてますよね。で、地上権と賃借権の違いというので出てきたんです。 でね、これね、あの、うん、他の資格試験とかだと、地上権鎮釈権ってちゃんと分かってないとダメだよねって言ったんですけど、宅券試験って地上権ほとんど出ないですよ。今まで。言葉は出ましたけどえー、違いとかって。うん。あの、意識として、地上権って、強い借りる権利です。例えば、私の土地を皆さん地上権で借りたら、まず人に、他の人に貸すの自由です。あの、地上権って、もうね、私はね、皆さんに使わせて好きにさせていないんですよ。どうぞお使いくださいと。 自分で使うも他の人に使うもよし。もう好きにできるんですよ。ただ逆に土地をちゃんと草買ってきれいにしてっていうね、そのちゃんと使わせてあげるケアはいらないんです。逆に賃貸借はいりますからね。ちゃんとしたものを貸すってね。うん。その違いがあるんですよ。で、それはちゃんとテキストで見といた方がいいんで後で見てください。要は地上権って強い権利。あの、これねあ、難しい言葉で言うと物権って言って法律で決められた強い権利。抵当権つけたりもできる。えー。 もちろん売却もできる。要は強い権利なんです。賃借権って契約で決めた権利は弱い権利なんです。弱い権利だから、これ聞いたことあります賃借権って抵等権つけられないって。えー、賃借権っていうのに担保に抵等権入れられないって、これね、抵等権の入り口のところでやるんですよ。うん。そういったところで、まあ、最低限、この出てるものはあったんですけど、ただこう出ると難しいですもんね。えー、じゃあ行きましょう。はい、1番。 B は A に対して使用収益に必要な修繕する義務を負う。修繕する義務。地条件にはないから、1でも2でもは罰なんです。あの、貸す人はちゃんとしたものを貸す義務なんですよ。地条件は好きに使わしていないんですよ。その代わり他の人に貸す場合も承諾は事務所得いらないんです。へえ難しいことあるんだねと、うん。とりあえず1番、修繕義務ないから罰。2番目。 C が B から無断で A から譲り受け使用しているときも、1でも2でも B は C に対して悪やたしを請求することができる。地上権だとできないです。うん、っていうものです。いや、これもちょっとわかんないな。地上権は譲渡できるんだね、自由に。ええー。だけど、鎮釈権では違う。だから今回は2番ツ。あと3番目。はい。A は権限を低凍権設定できるが、2では低凍権と目的する低凍権設定ができない。2って鎮釈権 地上権はできる。賃借権ではできない。丸。あの、これ、地上権と賃借権で細かいことまでできるのはやっぱ難しいです。でも、地上権というのが強い権利なんですよ。えー、抵当権とかの担保にも入るんですよっていうのを知ってたら、賃借権は入らない。無理。これね、抵当権のところでやる知識でもあるんですよ。そこでね、やれる可能性ありますね。うん。だから、この問題って、いやー、やってねえよ、抵当権で。そう、テキスト載ってないテキスト多いんですよ。 結局、載ってない、テキストに載ってないものが多いものって、世の中の受験生も分かんないです。だから39.3%なんですよ。うん。だからもし同じ問題で、もし来年出るとか言ったら、おそらく5割いくかいかないかぐらいだと思います。ってなったんだったら、私は思うんですよ。5割いくかなってなったら、いや、今からやるんだったらやっといた方がよくないですかねやっとた方がいですよね。うん、ということです。だから、これ、あの、今年はできなくていい問題です。 今年はず、外しても、いや、全然問題ない。俺、全然勉強、私、全然足りなくないでいいです。でも、来年出て、正当率5割超えたら、いや、これできるべきだったなっていう。だったら、やった方がいいじゃんかさ。なら、地上権地位借権ちょっと違いをね、あの、見るという努力してみてください。次、問いの9辞任に関するって何これですよね。民法で辞任とかって何やった後、正当率29.2%。完全にドシーランクです。 で、じゃあ、どーランクで、委任によって代理権授与されたもの、報酬約束してる場合になっても、いつでも解除して代理権証明で実質行動ができるこの一番は、委任っていつでも辞めれるからまるって、それなりにできてると思います。で、ちなみに委任で、途中でやっぱやめたってなった時に、途中までやってたら、ああ、途中までやったら金くれよっていうね。うん、それはもらえます。だから、途中で相手が不利な時に辞めたら、損害賠償できるっていうね、うん、そんな知識があるんですよ。 まあ、委任のところでやるので、あは丸かなっていける。てか、言ってほしいです。委任のところ、それ、それなりに表面的なところやればできるんで。で、問題は、い、う、え。×××ツ。いや、権利でね、この問題でね、過去問に何度も出ているところでないけど、これきついですよ。うん。じゃあ、いけます。読みますよ。親権者、親。やむを得ないときは、法務局に届け出を行うことによって、親権自することができる。 法務局行って、息子ほんとぐれちゃってもうどうしようもないからやめます、親と。そんな簡単にやめれますいや、これやめるとか何かあったとしても家庭裁判所が OK もらうとかね。なんかねえかもっとってね。法務局に届けてちょっとおかしいだろうってやっぱなってほしいんですよね。次。公権人は正当な自由があるときは公権監督にの許可を得て、その任務を辞することができる。いや、これって、いや,や、めたいって言ったら公権監督の許可とかってありそうですよね。うん、でも罰です。 でちなみに、遺言執行者、正当な理由があるときは、相続入の許可を得て任務辞する。いや、許可いや、罰です。知らないですよね。うん。ただ一つね。これ、あの、29.2なんですけど、ちょっとやり方として知っといていただいて悪くないのは、この許可という言葉。許可という言葉。これはね、お役所がやるものなんですよ。 あの、これね、行政法っていうのがあるんですけど、その、行政法の考え方で行政法、行政行為って言うんですけど、役所が OK 出すのを許可って言うんですよ。でもよくね、例えば、上司にね、飯食っていいですかと。おいいよ、許可と。言ってやってください。おめ役所かお前と。生意気だな、お前と。どんだけ上からだよ、みたいな。あの、そんな個人が許可だっていう言葉使わないんですよ。要は、許可っていう言葉は、行政、お役所が出すもんなんですよ。 えそういうなんか言葉の意味が根本分かってるといや,これいやこれ普通の人じゃんこの2人罰じゃねえ罰じゃねえっていける可能性ありませんかうんでもそんなのテキスト書いてないですよねだからできなくてしょうがないに決まってんじゃないですか29.2、うん、でもだからこういうのってだか話聞いてね講義でねあ,あそうなのねってなってるとああそういえば許可っていうのは役所がやるもんだってなんかどっかで聞いたなとかって言うだけでもなんかどうですか取れそうな気がしません うん、あのやる必要ないですよ、一生懸命これを、この内容、許可だって覚える必要ないですよ、うん、でもお役所が出すのを行政のねうん、行政行為で許可って言うんだと、うん、その言葉の意味、ちゃんと分かってると全然違うと思います。はい問いの十10、69.2、どうできなきゃいけない問題ですね。でね、これ、××××丸なんですけど、2番は多分分かんないですよね。 あの、占有回収の訴え、占有回収って話、回復って話、あの、出てないですよ、今まで。だ全然わかんないですよ。ところが、正当率69.2ということは、消去法でできたんです。でも、消去法でやるって難しいですよ。だって、正解してやっぱり基本的な問題出ること多いですもん。でも難しいですよ。でも、消去法で、1も3も4も、ある程度やってるとできていただくっていうのが、これで、B が土地を D に賃貸。これあのー、占有って、 自効で取得するために、人に貸しても、自を取得できない罰。代理専用って聞いたことあります。うん。あの、自分が使ってなくても、他の人が手足として使ってれば、10年、20年カウントしていいですよっていう。うん。これね、結構基本的な知識なんですよ。で、3番は、三番は、B が引き渡し受けた時点で所有の意思を有した。 A 子の売買の登記の移転を知ったときは、その時点で所有の意思が認められなくなるのでって、のでとか言ってもなんか言い訳がましいんですけど、やっぱ罰です。時効により取得できない。そっから頑張って俺のもんだって言い続けりゃいいんです。結局時効で取得する人って不法占拠者なんですよえ。でも俺のもんだって言い続けて、あの、出て行かされちゃいますよ、所有者が言ったら。出て行けたら。でも言わなかったね、所有者さん。権利の上に眠ってるのと保護されない。要は、 使ってた人にあげる。これが時効でしたよね。だからそのまま使ってればできない。いや、できるでしょうと。だって使ってたという。その、占有というのを保護するのが時効ですからね。うん、罰と。あと4番目。B が時効で取得した場合、B は登記を備えなければ、その所有権を完成時において所有者だった C に対抗できない。これもね、言い回しがちょっといやらしいですよ、さね。時効完成時です。 あの、時効完成後とかだと、登記で決めるとかってあったじゃないですか。でも、時効完成時ということは、時効完成時に誰か所有者がいる。その人には、おー登記よこせって言える。時効完成時点の所有者には、登記なくてもくれと言えるという、ごめんなさい。時効をやったら、取得事項やったら基本知識です。うん。だから、この話、ちょっと問題文読みにくいけど、いや、これ時効完成時にあった所有者に対抗できないじゃなくて、くれって言えるからできるぞと。 あの時効はね、本当に好きですね。消滅でも取得でも。あの結構難しいんですけどね、中身ね。だけど、表面、どこの卓球試験にも載ってないテキストないと思います。そこでできる問題は取れるように頑張って解きたいですね。で、この問井の10はもう一回見ますか、69.2。えー、だから、69.2ってことは、やっぱり合格者はやっぱ取ってるよねっていうね。難しいなと思っても、やっぱりやっておくべきところでしょうということでした。次、問いの11。 はい、54.6。で、これもね、ちょっとね、まあ、あの、解きにくいっちゃ解きにくいんですけど、まずは1番。満了する前に密室がありました。えー、残存間を超えて存続すべき建物を縮造したときは、承諾がない場合でも延長になる罰。承諾なきゃダメですねあ。承諾がないと延長ってしないよねって、これ普通の知識です。あと2番目。はい。転尺地権何これってびっくりしちゃんですよね。 て、転借地形でないと。借りた人がまた貸してんでしょうね。な、それが思われば別に、いや、使ってた人がいたら、うん、やっぱ保護されるから、採築できないっていや、できんじゃないかなっていう。もうこれもかなーでいけるとこですかね。あと3番目、借地上の建物がメス。はい、新たに築造にあたり、 満了における返還の目的で残存化を超えて存続する築造しない特約を借地権者と結んだとしても、この特約は向こう丸。何言ってるかさっぱりわかんねえと。うん。これね、状況難しいんですけど、読み取っていただきたいのは、滅出しました。築造にあたり。ええ 存続感満了の際における返還確保の目的で残存期間を超えて存続されるのを築造しない特約ってそう土地借りてる皆さんがこの特約されたら不利じゃないですか嫌じゃないですかいやまともな建物を建ててはダメっていう特約ですよこの特約見た時に借り主が有利なのか不利なのかを考えるじゃあ不利だったら借地借家法って仮に証拠だからこれダメなんじゃねえかと いうふうに想像できた方って当たるんですよ。要は、過去問やっててできない。確かに。だって過去問その通りがないんで。えー、だけど、理主が不利なものってダメですよっていう流れが一つあるじゃないですか。それを考えたら、いや、これって特約してたら、うん、無効だよね。借主は不利だよね。丸かな。うん、できるといいですね。あと、ちなみに4番は、適法に行使しました。行使するとね、これ買い取り。もうこれね、あの、当然に契約成立なんですよ。 で整理すると同時利行なんですよ。相手がやんなきゃこっちもや,やんなくてい、ね、なので敷地の占有についても賃料相当額を必要はない。引き渡しは拒める。でも賃料は必要罰。だって使ってんだから賃料は払うでしょうね。ね使ってる期間は払わなきゃという。だから講師で整理して同時利行拒めるけど、使ってたら賃料払わなきゃと。うん、拒んで賃料もいらない。なことはないという。 うん、これね実は基本的知識なんですよねだから54.6って正答率そんなに高くなかったんですけど、うん、やっぱりこう聞いてる聞きに取りにくいけどちょっと取りたいなって思うんですあの賃貸借借借は頑張ってください、えー、あのなかなか取りにくい問題最近続いてんですけど合格者取ってる人が多いです、えー、なので頑張りましょうあと問いの1269%これ絶対できなきゃいけないといううんでまず1番がツ 居住目的として期間2年、はい、家賃10万円と定めました。そして、賃貸借契約書を交付して説明すれば、定期建物にできる罰。で、これごめんなさい。もう一番だけで終わりにします。あの、説明と契約書は別にやんなきゃいけない。え、一番罰。ピンポイント。で、これ234ももちろん間違えたら見といていただきたいんですけど、あの、一番でもピンポイントって罰ですよ。 もう罰ですよ。そしたら、誤ってるもどかで一番見て、二三四も見なくても次いけるぐらいの、それぐらいのレベルにしてほしいです。権利関係の中でも、賃貸借借借は別格。あの、難しいんですよ、言葉は。でも、やれば必ず取れるようになる。で、ただの暗記じゃなくて、仮に証拠というのを念頭に置けないがやれば、必ず取れるようになる。 なので、ちょっと難しい目な問題でも、うん、やっぱり表面で勉強してる人、やっぱり、ね、なんかこう多いのかなっていうふうに思えちゃう。あのちゃんとやればね、必ず、まあ、2問両方取れなくてもね、1問は必ず取れんで、えー、これで基礎点取ってほしいですねという、そんな問題でした。次、問いの13。区分所有法。正答率76.7。で、これもごめんなさい、2、3、4はもう丸なんで説明いかないですが、1番、管理者、理事、理事長とか管理ね。はい。 規約により、区分所有者のために、原告被告となった。うん、例えば、マンションの住民で、なんか、周りから訴訟を受けたりとか、裁判やるとか、そういった場合に、その旨を通知しなくていいわけないでしょ、罰と。連絡がいるだろうと。あの、ドンピシャで知識わかんなくても、これやんないとまずいかなってできた方が76.7いたと。234は丸かなって多分できたんでしょうね。うん、ということで、区分所有法は取りやすい問題多いです。 区分所有法、捨てるのもったいないです。最後の最後でも詰め込みでもいいから何とかしましょう。これは。捨てるのはもったいないです。で、不動産登記法はっていうと、これね、区分所有法はやって不動産投機を丸捨てっていうのは、良くないです。あの、これね、あの不動産登記法っていうの,の方が簡単で、区分所有法が難しい年っていうのも一昨年あたりあるんですよ。あの、それなりにやる。完璧には無理。 だって土地家屋調査士とかね、不使書士ってね、超難関の国家資格の人たちがやるのが不,不動産の東京ですよ。それ一問しか出ないですよ。こんな完璧なんてやってられませんって。とでも今回 67.6%! お、結構できてますね。うん。で、多分知ってるというよりは、なんか問題文なんだろうですけど、あの、法令に別の定めがある場合除き、申請情報と合わせて、登記原因を称する情報を提供しなきゃいけない。登記原因を称する情報を提供しな,きゃいけない。丸かなと。 で、投機原因を証する情報って、売ったかった誰と誰が売買したという。な、ま、ん、あ、なら売買契約書つけてもいいんですけどね。でも、売買契約書つけるともったいないから、だいたい司法書士が、誰と誰がいつ売買して、金払っていつ移転したっていうね。そういう証明書に反抗して出すような形になってます。要は、投機に必要な書類。誰と誰が売買したとかの書類いるだろうな丸。二番目。バツ 登記の申請、代理を行とすることができる代理人、司法書士です。あの、人様の登記を商売できるのって司法書士です。あの、弁護士もね、あの、うん、裁判に付随するものはできるんですけど、やっぱり、司法書士のもう専属業務なんですよ。で、これ司法書士さんなんですよ。登記識別情報って権利書に変わるもの。権利書と呼ばれるもの。あの、権利書っていうのは俗称なんですけど、今買うとこの登記識別書っていうのもらうんですけど、正当な理由があるとみなされるため、識別書を提供することを要しない。 いやいや、司法書士がやる場合だって、用しないわけないでしょ、と。うん、いう形で、きっと罰だろうと。だから、あ、これ罰だろうなって言って当たったっていう方が実際多かったみたいですよ。あとは、3番目、権利書、登記権利者が登記者の通知を希望しないって言ったら、はい、通知されない丸。これね、権利書、いや、いらないです、あれはって言ったきお客さん見たことないです。うん。あの、しかも、あの、いやいや、もらっとけようなんで。うん。だけど、いらないっていうのもありなんですよ。 あれってね、あの、識別情報ってパスワードなんですけど、なんかね、英語と、うん、数字の。あれ見られると、その家にね、権利書っていう書面自体があっても、盗まれたの同じなんですよ。だから保管するの嫌だなって方は、あの、いや、いらないですと。うん、通知いらないっていう選択もできるんです。っていうね、これ知らないですよね。うん、知らなくていいです。でも、平営できるんだと。少なくとも2番のが罰かなってやっぱ思えた方が多かったでしょうね。あと3番目、送付先、かけ。 いやそうしないと送り先分かんないからきっと丸じゃないかと終わりというどうですかすごいってきててくださいね、うん、でも適当に流すところとちゃんとやっとくべきところで例えば問題集だけじゃなくてテキストにも載ってるようなところはやっぱ覚えてくるやっぱ合格者は覚えてくるんだよねだけど載ってないところ×かな丸かなで当たったらそれでいいですそういう形で不動産投機法過去問だけでもバーッと見て最後に見るだけ見とくとそうですねあのリターン率が7割はあるはずです えー、完璧主義にならないでください。えー、不動産投票完璧にやろうとしないでください。でも捨てんのはもったいないです、うん。そうするとね、区分所有法がね、とってつもなく難しくて、不動産投票なんだいつものへ簡単じゃんみたいな、そういう年もんで、でね、資格の学校の講師の人間って区分所有法頑張れって言うんですよ。不動産投票はむしろなんかいいみたいな、うん。あの、私どっちもやった方がいいと思うんですよ。でも、区分所有法の方が大事です。なぜならできる確率が圧倒的に高いので、えー、それは嘘じゃない。でも、不動産投票も、 正解しだけでも、もしくは持っていけそうなところでも持ってってみてください。以上でございます。はい。じゃあ、権利関係終わったところでちょっと切りがいいので10分休憩にしてね。えー、それであの、後半頑張っていきたいと思います。休憩でございます。10分休憩です。はい。それでは再開いたします。じゃあ次ですね、法令を見ますが、問いの15から、えー、問いの22までが法令。あの、税金とその他ちょっと別にしますね。このうち法令5、6問が欲しいんですよね。 ゴ五フも欲しいんですけど、やっぱ難しいのがすごい難しかったです。ただ、問いの十五はこれは取りたい。正答率七十七点三パーセント、丸丸バツ丸なんですが、市外格区域に少なくとも用途地域定める丸、準都市計画区域都市計画に特別用途地区定めることができる。あの準都市計画区域にできるできないってもう最近の流れなんですよ。大山なんですよ。だからこれねあの逃げちゃダメですよ。 大変ですけど、えー、用途地域用途地域あれば、ね、できるのでね「丸、あそうか覚えてなきゃ、えー、ちゃんとやるべきところなんだっていう認識持っておいてください高度地区要石率バツあのこの二番ってこの2番がもし分かんなくても高度は高さ容積憲兵は高度利用地区。 という結構基本的なキーワードだけでいけるので、この3番、あのな、逆に77.3%っていうのがちょっと残念です。私は。だってもう超取りやすいとこですもん。もうキーワードで。だからここね、なんかまあ、やっぱり2番あたりでどうだっけなとかね、なっちゃって、あと、工業地域主として。あの、工業専用地域は工業。言い切る。工業地域って1ランク下がるんですよ。主としてってその地域の特徴がちょっとゆる、う、う、薄らぐんですよ。 だから、主としてで、丸という。そこら辺がなんか、ここ、そんなに最近出てなかったんで、ね。なんか、あやふやになってんのかなだけども、基本中の基本なんですよ、これ。もう、絶対のところなんですよ。だから、この問題は、77.3というよりは、もう、取らなきゃ、もう、ダメですよ、という。そういう問題です。で、じゃあ、逆に1五番は、あ、十6番はどうなので、これ、正答率が55.7%。うーん、取れた人もいれば、できない人もいたっていうね。 でね、なんかね、レック的には言え、偉そうに言えないんですよ。これ2番が丸なんですけど、博物館も許可いらない丸という。あの、レックの本、博物館書いてないんですよ。え本、ー、当申し訳ない。えー、でも図書館と博物館似てねえみたいな感じで解けたとか、あとね、書いてある本もあるんです。うん、あと、もし出てたのもあるらしくて、なんかそれなりに知ってる人もいた。でも、これです。55、557。だから、別にできなくても、あの、大丈夫だったんですよ。 で、それはね、なんで難しいかっていうと、あの、これだけだったら意外と見たことあるでいけた方も多いんでしょうけど、これね、まず、施工としてで罰は絶対なのと、4番の、調整区域で、周辺において、恐れがあるかどうかに関わらず、許可することができる。いや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 、無理でしょうと。行くので、1と4は絶対罰っていけて、2と3の勝負になったのはずなんですよ。ほんで、2と3の勝負で、これがまた大変で、 ね、これ、土砂災害警戒区域含んではならないとね、あれ、これ見たことある丸、改正点で見たぞ、レッドゾーンって見たことあるぞで行っちゃった方もいたんですよ。これね、あの、レッドゾーンとかイエローゾーンってあるんですけど、これね、あの土砂災害警戒特別区域だと、丸なんですか。これ。特別がつくと。これね、イエローゾーンっていうね。で、改正点であの、私ね、結構流しちゃったんですよ。まあ、出たとしても、まあ、そこのところで来ねえだろうなってね,ね、あの、出ちゃったんですけどね。 え、出ちゃったんだけど、そこのところ中途半端に例えば見てましたと。そうするとね、結構3番に持っていかれたんですよ。うん、だから、あのー、なんですかね、その改正点だから見とくっていうのはあれだけど、見るんだったらちゃんと見る。見ないんだったらもう見ない。え、でも改正点はやっぱやった方がいいっていうところが多いのでね。だから、やれって言われたらやった方がいいよって言われたところはやった方がいいです。 だからそこは私も選ぶんですけど、ね、今回全然触れてないけど出たけど、まあわかんねえなーね、どっちかなしょうがないと思うんです。だから、正答率5割ぐらいは行くはずなんですよ。1と4切れるから。それで、運でゲームで2か3か、普段の行いが良ければ当たったみたいな。それでいいんだと思いますよ、今年は。あ、でも来年からダメですよ。博物館知っとかないと。図書館も博物館も、え、博物館もたぁと。図書館は本見るところ静かに。博物館は博士見るところ。 似似ててるるじゃないですか、えー、お似てるわと、ね、だからといってこのね条文いらないやつ、ね、えこれもいらねえのかこれも研究所とかいらねえのかロケットの施設とかいらねえのかってそんなことやってたらもうとてもないことなんでね、うん、でも図書館博物館ってやっぱりここら辺ちょっとセットで見といた方がいいのは確かなんでねうん出たら見とこうで2番見といてくださいえで3番はねまたやっぱりこう出たからには来年も出すぞって気まんまなんですよえ特別なのか特別じゃないのか うん、そこでね、見るといいです。特別だとこれね、できならないで丸になります、うん。またそこら辺はちょっとね、あの、お家でお勉強ね、後でしてみてください。次 !17 番はい、90%! ということはできなきゃいけない問題ですよね。これまず、1番は既存的確、法の規定に適合させなきゃいけないツ。あの、既存不適格建築物って言って、ルールが変わっても、今まであった建物を合わせる必要ないという。法律って不足なんで。えー、遡らなくていいんで。 だから、あ、その適格ってあったな。あと2番目、大規模建築物、大規模修繕必要、ある罰。これも、大事な知識です。あと、条例で、はい、孵化することができる、付加することができる、じゃあ丸だろうと。厳しくはできるけど、甘くはできないっていう流れがあるんですよ。建築基準法って、命の安全の最低基準なんで、厳しくはいいよ、地方、地域でやって、でも甘くはダメだよと。うん、付加できるで丸、罰だねんじゃねえのとあと4番目、 これはね、難しいんですけど、一律に禁止っていうところで、なんか一律っていうよりは、どっちかと,と条例とかでなんか決めたりもするから、一律は罰かなって、想像でいけた方多かったみたいですね。だから、これ難しいけど、まあ3番のところでできた方が90%。ということは、やっぱりこれは取れていただきたい問題だったとちゅうことでございます。はい。次、問いの18。完全に C ランクの問題、生徒率39%。 じゃあ、これできなくても今年しょうがないんですけど、どう一番。えー、神社教会とかはできない、あの、どこでもできるものシリーズだから×。用途規制という。で、この用途規制って大体どこもね、語呂合わせとかでやってるんですよね。あの、語呂がきつい方は当んつ辛いと思いますけど、あの、用途規制ってね、さびれてきたというか、ちょっと最近あんまり出にくいよね、コスパ悪いよねって言われてるんですけど、あの、歴史的に見てね、用、用途規制ってすごい大事なんですよ。 あの、だって、何度も出てたというか、あの、昔建築基準法三問時代は絶対出てたんですよ、一問は。だから、やっぱり過去に出てたということは、それ捨てるのはおかしいんですよ。うん。ということで、これは罰にできて知識でいただきたい。で、その次、この2番見て、なんかもうちょっと読む気ないから読みませんけど、憲兵率は、はい、着せないよと。何それですよね。なんか知りたきは後で見といてください。でも覚えなくていいです。 これ読んでね、憲兵率だって、ええー、憲兵率はできるバーツという。ええー、というね。うん、これ、すごいですよね。あと3番はい。立ち並んで1.8の未満の道で、あらかじめ建築審査会の同意を得て行政庁が指定したものは道路とみなされる。これが丸なんですよ。で、丸なんですけど、あれ1.8ってちょっとみ幅狭くねみたいになるわけですよね。だからなんか1.8という数字なんか引っ張られちゃうんですけど、 これね、あの、実は39%なんですけど、私はね、できてほしい問題なんですよ。それは何でかっていうと、あの、これも私は講義でやってるんですけど、ね、あの、建築審査会の同意、最強です。うん、あの、建築基準法って、昔からざる法って言われてるんですよ。なんでざるかって言ったら、建築して会っかって頑張れば、頑張れば OK 出れば、大丈夫みたいなところがあるんですよ。だから、あの、これ、と、あの、 建築審査会の同意って特定行政庁が言った、OK したみたいな。その流れって、あじゃあいいんじゃないっていう、丸、パターンです。うん、あもちろん無理なこともあるでしょうけどねあ。でも、いやいやいや、建築審査会の同意もらって特定行政庁って、特定行政庁って、あの、建築主事っていうね、そのプロ中のプロがいる場所なんですよ。そこが OK したら、うん、ダメだって言ってでもできるでしょ、そこが OK してんだからという。これね、一つの感覚、感性。 えいやーこれができればと。だから実際建築基準法って守られない。ここには作っちゃいけないってものも、政治家の先生を動かして、で、献金して、それで圧力をかけて、それで OK もらって、そうすればできるという世界なんですよ、この世界って。うん。だから、この問題私好きです。えだって建築、だって建築審査会のどうやって特定行政長が OK すれば、それはできるでしょうよ、るっていうね。うん。だからそういう、なんていうんですか、もう覚えてないと数字みたいな、そういう脅迫観念じゃない問題もあるので、これせっかくだから取れてほしいですね。 あと4番、これもなかなかですが、第一種住居地域じゃ重々にないよっていう。低層一種二種、電園住居だけなんですよ。あの、これ過去問でも出てるから、これは4番は罰にしてほしいので、結局、1と4はちゃんと罰にして50、50%の正当率なら持ってってほしいです。今回。え、2と3で迷う。で、その時に、あの、さっきも言ったように、建築審査会の同意を言って特定行政庁が指定とか許可したって言ったら、じゃん、いいじゃんという。 じゃあいいんじゃないのっていう。その感覚持っとくだけで超難しいのが出ても、えぇ特定行成長がいいんだからいいんじゃないのっていうね。うん、あの、世の中そういうもんなんで。で、こういう問題出すといいんですよね。なんかね、宅建築形成で合格してくると建築技場で絶対守んなきゃいけないと思って実も入ってくるんですよ。全然違えから、みたいな。え、ね、もうなんかその頭でっかちで来ちゃうから、もうめんどくせぇんですよ。いや言えよって。頑張れって。交渉してこいと。どうやったら OK でんのか聞いてこいっていう。 そういうのをやってほしいんですよね、本当はね。うん。だからなんかね、まあ、法律の試験だから、法律のね、問題出すのは当たり前だけど、こういう問題ちょっと、ちょっとね、実務的に近づいてきたとこあるんですよ、今年。あの、解釈用の考え方っていうやつから問題を結構去年も一昨年も出してきてるんですよ。それお仕事で動くやり方なんですよ。あの、試、験と仕事と違うところなんですよ。 でも、なんかちゃんと仕事でも分かっててねみたいなところが多いから、まあそういうのもね、ちょっと意識しながらやるといいです。問いの19。はい。生徒率89.6。うん。で、これも1、2、3、ごめんなさい、丸です。4番。×。この宅地造成工事規制区域外に、造成宅地防災区域指定できます。で、その時に5メートル未満の場合はできないってなってますが、そんな5メートル未満だとできないなんていう規制はないから×。 っていうか,なんかあのうん面積3,000以上で要件満たせばできるみたいなのもあるんですよあのはっきり覚えてなくてもいやーこれ造成タクシー防災区域ってタクシ造成工事区域外だったらできたねと、うん、まあ5メートルとかんでもなんか面積もあったからそっち満たす可能性もあるなっていうねそこでできてみてくださいまあ解説でよくわかんなかったら見てみてくださいあのこれもあの過去問に出たところをベースに出してるんで うん、なので、この問題はできるべき問題。で、123突っ込みどころないですもんね。だから123でもし突っ込みどころあって罰にしちゃったら、それはちゃんとよく見て、解説見て、ちゃんとすり込まなきゃいない。だってこれ正答率89.6だから、これは落としちゃ絶対にいけない問題。で、おそらく権利関係が、いやー、権利7点しか取れなかったんですとかね、6点しか取れなかった、5点しか取れなかった。いや、多分行法制限でどっか間違えてます。あの、権利5点でも受かります。 うん、あ38とかになるとちょっと厳しいんですけど、えー、でも7点ってやっぱり最低ラインにしたいんですよ。でも6点でもいけます。5点でも受かってる人います、今年も。うん、ギリギリだけど。えー、でもここ落としてたらやっぱり受かりづらいです。それはなぜならここ落としちゃ絶対いけないから。20もそう。区画整理。で、区画整理ってもうね、なんか昔だと捨てちゃえみたいなね、難しいから。いやいやいや、これ。これもごめんなさい、一番だけバツ に、認可の広告って綺麗な街並みにする工事が始まる。官庁分の広告って終わる。その間、何か邪魔な工事やるときは、組合の許可を受けなきゃいけない。バツ、知事の許可。知事の許可。もうね、全然区画整理やってなくても、あ、なんか邪魔な工事やるとき知事の許可と。もう、それだけでもできるという。だから区画整理って勉強するの難しいんですよ。あの、テキストがいいテキストない。あ、言っちゃった。 えあの分かりづらいんですよ、本当分かりづらいんですよ、いやこれどこのテキストもきっつよねとで、書いてありあるほど分かりづらいみたいになるんですよ、だからもうやる気ねえな,なんだけどあの、本当にシンプルにあの区画整理って、汚い町できれいにするって,って過去文を見て、正当率高いものだけ意味を分かるようにしとくで、いけたりします。あと少なくとも講義聞いていただければ、絶対理解い,ていただけるはずです。 え、なんで、あの、区画整理ってね、本当にね、あの、長い長い、ちょっと難しいことをやると、とてつもないんですけど、最近、宅建試験は区画整理は取りやすいもので多いんですよ。あの、昔の方が難しいです。で、昔ね、捨てちゃえみたいな感じだったから、いや、もっと過去問で取れるもんだよね、ってみんな勉強してこねえから、や、ちょっとやりやすいの出そうみたいなね。うん、10年ぐらい前からですかね。うん、だから、区画整理捨てるってもう、今ないですから。あの、判断は。 うん、だから基本的なところはやっておきましょう。234、丸かな、丸かな、丸かなで結構1番ですはっきり言って4番とか分かんなくていいですよ。全然。えでも1番は×ってできて 83.、83.8。以上。次の。農地法。今年の農地 C。びっくり。あの多分ね、宅建試験始まって以来 C ランクなんて出たぐらいのところ。まあちょっと農業的確法人で若干難しかった年もあるんですけど、それでも農地法32.5%。 え、正解できなくても大丈夫だった問題。というのは、いや、びっくりです。うん、あの、農地を追って普通取れる問題で必ず来たなんでね。で、これなんでじゃんとっていうことで、1罰、2罰、3罰で4丸なんですが、農地の賃貸借および使用貸借は、引き渡しあった時は第三者に対抗できる。あれ、引き渡しあれば農地って勝てるって言ってたけどと、使用貸借が入ってるからなんですよ。 いや、これ嫌らしいですよね。あの、引っ掛けても、今まで出たか形の引っ掛けならいいけど、いや、これ新しいんですよ。使用貸借ってタダで貸してる。で、タダで借りてる人って対抗力ないんです。あの、賃貸でも、この農地でも。だってタダで借りてんだから。タダで借りてんだから、売られて出ていけたら出ていけやって話なんです。使用貸借って借りてるのタダだから保護されない。じゃあ、ここもできないかな。罰ということで、ね、え普通の賃貸借使用貸借の応用を聞かせないと、 バツっていけない。農地法のテキストに載ってないこれ。使用対策だと勝てませんって。だから難しいんですよ。だから試験って、あの、農地法で農地法で書いてあることだけやってて、できない。要は、他のところも考えないとっていう問題も最近増えてますね。だから難しいですよ。あと2番目。農地所有的確法人ってありますね。これ何、何え、農地所有的確法人。農地を所有する力がある。会社で農業できる力があるんです。 を満たしててないって何と普通の会社だと思ってください。えー、あの、普通の会社、私も会社やってますけど、農業できるかって言ったら全然できないんですよ。興味もないし、虫嫌いだし、もう嫌だし、えー、できないんですよ。そんなで会社が農地買っちゃったら、まずいじゃないですか。生産量下がって。だから農業できる力があるような、能力があるような会社じゃないと農地所有させないんですよ。でも、借り入れることができないかって言うと、これ許可あればできるという。 過去問に出たことあります。しょ、だから、これって、農地の所有の適格の法人満たしてないことは、所有は満たしてないからできない。でも借りることはできるという、字面でいけますね。うん、だからこれ、もう過去にも出て、今年も出てるから、この2番は次出たら、ちゃんと罰っていけないといけない問題なんですよ。で、あと3番目なんですが、工事受け終わったものは含まれない。知るかーなんですけど、いや、受け終わったものもやっぱりなんか含まれるんじゃないの違反とかって。 ああ所有者だけじゃないから、使う人だけじゃないから、請け負ったものも含まれるかなでいくといいですね。で、問題は4番。法の適用について、面積、指摘、登記簿の指によることとしているが、うんと、登記簿の指が著しく相違する場合、指がない場合、登記簿の指摘が、実測に基づき、農業委員会が認定したところによる丸。四番、丸。できないですよね。農業委員会、 なんか農業委員会のおっちゃんってなんか、なんか農地の匂いはわかるけど、なんかそんな権限なさそうじゃないですか。これね、これ申し訳ない。本当に私の講義のやり方も悪いんですけど、あの、のなんか農業委員会のおっちゃんって、なんか農業テックが十分だみたいな。知事は、転よの時知事の偉い人の許可もらえみたいな。そうするとなんか農業委員会のおっちゃんたちがなんか、なんか大したことなさそうなやからに思えちゃうんですよね。ごめんなさい、謝ります。うんうん、あの、実は農業委員会のおっちゃんって、知事よりも強いですよ。 ちゅうか農業委員会が言っちゃ知事許可しますから。だって知事なんてあいつわか、あいつとか言っちゃった。分かってないですもん。農業の話。農業委員会が言って言はあれも知事も OK 出すんですよ。実は農業委員会って、そう、農地の支配者です。だから急に言ってること変わってごめんなさいね。こういうべきだね。農地の支配者。だからよくね、会社で、なんか掃除やってるおじさんが、なんか無限にしてたら、実は社長だったとかあるじゃないですか。あんな感じです。え、農業委員会の殻を被ってて実は最高権力者。え、こんな時誰やる農業委員会なんです。へえー,ーですよね。 うん、まあ、それ講義で言えないっすよ、うん。今まで出てないから。でも今年これ出たから、そうか。農業委員会は本当は力持ってんのねと、と。何か決めるときに農業委員会って、だって農地に詳しい人ってだからえ。その人が判断するって大事なことという。うん、だからこれってね、多分、そのまま同じ、同じ話やってたら見たことあるっ正解誌だからで。正解誌で必ずまた出るんですよ。 これ、どんな細かい足でも、難しい足でも、正解詞になったものって必ずまた何年か後に出るんです、この試験は。だから、これ正解詞細かいからいりませんって言われてもやっておいた方がいいですよ。あの、レックの動くもんって星印しないものは覚えてなくていいっていうね、指導方針なんですけど、私は違う。あの、正解詞になったものをやっといた方がいい。だって必ず何年か後に出てるんで。来年出るとは思わないでね。皆さん来年受かりますもんね。うん、だからいらないかもしれないです。ええ。でもその考え方は持っていてください。他の出し方で出すのは十分あるんで。 ということでした今年できなくても問題ありません。次、問いの22、90.6 90.。で、これね、あの、××××丸なんですが、まず一番いいし、A しはい、届け出いらない×。国地方公共団体、どっちかいったらいらないですよ×。もう絶対いらんじゃだめ。2番目、対価の額、届け出事故ではない×。届け出はいります。審査はしないけど。 ああ、これも間違えたらもう無理まずい !3 番目。3500と2500足したら6000。だったらいるよね。丸合計で。うん、で、4番は取り消しができるでツあのー、別に国土利用計画って無効になることないですよね。じゃあ無効にならないなら取り消しも無理でしょう。という視点でもてば、初めて見ても、うん、ツなのかなできないかなっていけてほしい。というか3番でピンポイントで選べないと。 まずい問題なんですよ。だからこの問いの22を落とすというのはもうかなり、かなり停滞し点になります。え、なので今後はできなきゃいけないという問題。次問いの23。はい、これ正答率が53.7。ちなみに税価格は23もね、24もね、結構難しかったですね。でね、価格は欲しいですね。取りたいですね。ただね、よくね、資格の学校って予想してましたよね。どっちが出るって。全部外してません えー、ひどいですよね。で、ひどいって自分もその片わりにいるんだけど、私ね、あの、なんか山張って片方しかやんないって絶対やめた方がいいと思ってるんですよ。あの、もうね、今年は取得税だみたいな。え、誰が決めたのと。うん。あの、受験生も独学でやってても、どっちかってたら取得税じゃないですか。もう固定資産税全捨て、と。あの、ダメです。うん。なんてかって本当に受かりたいんでしょそしたらやるべきじゃないですか。うん。あの、山を張ってメリハリつけるのはいい。直前に。 だけど、片方だけやって片方全然やらないって、これはね、今の受験衛生合格するレベルの人にはしない行為なんですよ。だって100人いたら85人はダメなんですよ。あんなもう簡単なも山張って片方だけで命かけて、それで外れたら無理って、うん、もう合格者にさせたくないんでしょうね、向こうもね、うん。だから、じゃあなんか今年なんかずっと同じ、交こうごい出したから、天中食らわせてやろうって彼らは思ったんですよ。出題者。意地悪い奴らですね。 うん、あの、彼らは意地悪いんです。だから、両方やっといた方がいいです。で、やったとしても、例えば、因子税って、取りやすいんですよで。やった方がいいんですよ。でも、なかなか今回難しかったので、53.7、いきます。覚書きというのも、因子課される罰。えー、覚書きとか仮契約書いる。で、これごめんなさい。できてほしいです。で、2番目、罰。これね、6000万と3000万、6000万である罰。あれ なんか違う数字あったら高い方って見たことあるぞと。これ、売買と請負と違う行為で一つの契約したとき高い方なんですよ。で、その問題で何とか正解紙が出てるから、あ、これ高い方6000で、そこで間違った可能性ありません。両方売買なんですよ。合算してください。合計です。ああ、そうか。二つ6000と3000、合計の9000か。9000だから6000じゃないから罰という。 これ気をつけてほしいところで、もう講義では全力振りで講義するはずなんですよ。してるんですよ。売買は合算。受け請負いと売買だったら別々だから一つの契約書したら高い方。これも絶対の知識なんですよ。で、3番目。契約間5年とする契約書変更するときに、覚書きしました。印紙で課される。まあ、覚書だから課される。うん。まあ、土地の賃貸者がいるから丸かなーです。で、4番も駐車場ですよね。 土地の賃貸借の設定の契約書でして時で飾れる。あれあれと。あれ ?3 も、4も丸に見えるって可能性はあると思います。これはなかなかですよ。1×2× って絶対言ってほしいです。でも3と4で、あれ両方とも駐車場賃貸借土地じゃないところが駐車場としての設備のある、設備のあるタワーパーキングみたいな建物のあるような駐車場。これ建物扱いなんです。 うわここ設備がある駐車場にとの設備があるということは、建物なのかとええー、とうんっていうところなんです。だから、あの、1×2× で3、4どっちかだったら、これ設備だから建物って言いたいのかなって、それでいけるとできるんだけど難しいですよね。だから正当率53.7。だからおそらく、ね、1番2番切れても3番4番で難しかった。 そういった問題なんですよね。だから、なかなか大変だけど、まあ、今後はできるようにしときましょうっていうことです。次、問いの24。固定資産税。取得税が出ると思ったら出ちゃったっっそれだけでもショックなのに、内容も難しいんですよ。うん。で、内容難しいんですが、まずは、特別徴収罰、不通徴収、1番即決罰。2番丸、3番罰、4番罰。これ、あの、死検者に課される、あ、違う、賃借権者に課されることは絶対ないので、4番罰でいいんですけど、 2と3で迷うはずなんですよ。で、この2番って、土地価格、縦覧帳簿っていう、他の人の土地の値段見れる。で、これね、期間1期間です。で、固定サーの台帳って年間通して見れるけど、自分の土地、あと借りている人が見れるとかね、利害関係人だけなんですよ。これって、あ、獣乱帳簿って、なんか4月とかかって言ってたなと。これね、過去に出てるんですけど、結構 こうね、テキストに載ってないのもあって、うちもちっちゃくて講義でやんないと、多分見たことないって方もいらっしゃるんですよね。うん、だから厳しかったですね。でもこれね、まあ過去に出てるから知っててほしい。丸。で、でも3番がね、やっぱね、丸に見えるんですよ。だって条例で定めるじゃんって。違うんです。固定産税の付加期日。1月1日付加期日。これは条例じゃないんです。固定産税の税法です。 じゃあなんだっけえ条例って何だっけと、うん、税率とか納期3月とか何月とかありますよねあれは地域ごとに条例で決めていいけど付加期日は1月1日なんですよというとこに気づいたかって過去問に出たことない出方だからやっぱり難しいですね43.2、うん、だからできなくてしょうがないですよね、うん、できなくてしょうがないんですしょうがないです、えー、これ取るの無理ですいやこれ取れなきゃいけないって言ったら過去問じゃ無理だよねなりますよおっしゃる通り えでもこれ取れなくてよかったじゃないですか。ここ落とさなくてもちゃんと正答率高いのを取れば合格レベルいくじゃないですかえ。ということです。だからテキストちゃんとやってく、区画期日は1月1日なんですよってやってそこで覚えてたらできるけど、過去問だけじゃできないですよね。うん。でも、43.2。ああ、落としてもしょうがないね。ということです。だからテキストに書いてあることで、やっぱり問題になってないとね、覚えられない人の方が圧倒的多数なんですよ。うん。だからこういう問題って、やっぱ過去問で聞かれた聞き方じゃないと難しいねと。と え、いうことですね。うん。だから、ま、今回落としてもしょうがないけど、今後はできるようにしましょうね。これね。はい、次、問いの25、地下工事。で、これ78.7%で、もう絶対なんですが、2番がツ。これ、あの、損するものでツ。損しないもの。さら地評価。だから、あの、鑑定評価が出る出るね、今年はもう山だって言ったけど、いや、地下工事もね、どっちかとこっちの方が取りやすいので、やっぱりやっといた方がいいんですよ。な片方だけじゃなくてね、と。 うん、だからあの、来年絶対っていうね、思いで今日いらっしゃってたら、あの山を張るのはいいんです。メリハリつけるのに大事なところ出る確率が高いって予想されてるところはみんなやってくるから落とせないからしっかりやるのは当たり前です。でも、じゃあもう片方山張ってないところやんなくていいかったらやるべきです。うん、だって合格したいんでしょ。で、100人で15人、17人しかわかんないんですよ。 えー、本だ捨てて、えー、いつも出る、何度も出てるようなところ捨てて、それで受かるなんてそんな甘っちょる資格じゃないですよということです。えー、だから失踪宣告どうでもいいけど、これはちゃんとやらないといけない問題ですよね。山張ってできなませんでしたはまずい。この25は取らなきゃいけない問題です。だから、あのー、どっちか片方取って、この25取れれば全然 OK。 というレベルの話でした。さあ、いよいよ卓研業法です。で、卓研業法はもう全問正解とか、もういいよできる問題多いからさ、みたいになっちゃうんで、空気がね。もうさっさと終わるよ、みたいな。うん。そう言わずにちょっと聞いてください。難しい問題、これえっていう問題はちゃんと言いますからね。で、まずは84.2は大丈夫だと思いますが、うん、なんか意外に良かったのはこの3番。免許証は掲げなくていいですからと。だから、1罰2丸3罰4罰なんですが、 一番は登記に関係ないよ、事務所は。えー、支店お店だったら、えー、該当するんだから罰だよっていう、これ過去問通り。えー、三番も免許証はいらないから罰。あの、免許証ってね、表彰状みたいなやつなんですよ。宅検業者がもらう。えー、もらうんですよ、免許。えー、そうするとね、免許証って、掲げてる会社多いんですよ。あの、額に飾って。 何でかというと、不動産会社の社長ってね、大体昔悪いことばっかやってて、で、社長になって、表彰状なんてもらったことねえから、表彰状みたいなのもらうと、額に飾って飾りたくなっちゃう症候群なんですよ。だから、いらないのに飾ってやがるんですよ。うちもそうだけど。あの、飾りたくなる気持ちわかりますね。でも、ひどいのはね、カラーコピーして、全視点に飾ったんですよね。いらねえからそれなんだけど、飾ってあるの見ちゃうとね、いりそうだけど、いらないですからね。だから、それぐらいですか。あとは4番目に30日以内が罰で2週間。補充は2週間。 届けが 30!2 週間 30! これは比較してちゃんと入れとくべきところ。これ個数でもできないとアウトな問題です。えー、というのは申し上げておきます。で、次85.7の問いの27。で、これね、1番が、依頼に基づいただったら、はい、報酬とは別に受領できるで、まるで、うん、もう,もう絶対の問題です、これ。 で、絶対の問題だけど、見たことない2番の不動産鑑定業者の鑑定評価を求めなきゃいけない。いやー、使用対策だから賃料ないから、そういうところにお願いしなきゃいけない。いやいやいや、義務じゃない。必要ならです。やりなきゃやれ。やらなきゃ、ね。ま、たい家賃これぐらいだからこれでいいですかみたいなあの、合意で全然大丈夫です。だから必要ならやれっていう、知らない。覚えなくていいです。あと3つ目。 はい。依頼者から依頼を受けている場合はこの限りなく1.1倍超えても良い罰。ダメですよね。賃貸は賃料基準は1つの取引からは1ヶ月分の消費税。だから罰。この3番も自信持って罰。だから2番はハテナでいいです。でも3番は自信持って罰。で4番。まだ出し、出すんですね、定年ね。もう興味なくしたのだと思ったんですけどね。うん。400万円かはい。19万8000。18万に消費税。 ああ、そうだった、そうだった。20万200円、なんだこだよ、と。ええー。うん、計算するとそうなりそうですけど、まあ、これ、テレナギアの話でしょ、っていう。ええー。ああ、400万以下だと、バイバイ。売り主から、18万。そして、消費税。ええー。経費合わせてもらいますよ。×。20万じゃないぞ、で×です。うん、まあ、その程度でいいでしょう。次、問いの28。64.1。ということは、この64.1っていうのは、あの、これね、絶対的な A ランクなんですよ。 でも64.1ということは、これ合否分かれる問題だと思ってください。こういうのが。うん、で、何がこれかというと、まあ、多分間違えられちゃった方いらっしゃると思うんですけど、一番、丸。正しいものは。読みます。卓券業者は卓券業者でない個人から媒介の中介なし。はい。個人から中介なしに購入する場合、買い主の業者は重説書を作成しなくても違反とならない丸。 ええー、やんなくていいのと当たり前じゃないですかこれどういう状況か行きますよ皆さんが持ってる土地、うち、うちってあの、不動産会社なんですよ、私。うん。買い取ります。その時に、充設って買う人に説明入れますよね。皆さんは一般の方ですよね。皆さん作るの嫌ですよね。そういらないです。じゃあ私が、ジヌイさん、ウリヌさんに、これどうですかこの土地とやるわけないじゃないですか。これね、買い取るときなんです、不動産会社が。 買い取るときは、売り主一般の方、全くやんなくていいです。うちが調べて、物件調査やって、これなら3000万なら買い取っていいな、買うんですよ。自分で考えです、買うかどうかは。重設誰もやんなくていいです、これ。うん。あの、仲介、なんか誰かしら重設やらないといけないと思っちゃうから、しょうがないから業者がやるから違反かな、とかってなっちゃったんでしょうね。いやー、これは一番はね、ちゃんとバルに欲しいんですよね、っていう。うん、過去も出てるし。 うん、これね、丸にしていただきたい。で、調査不足で違反とならねえわけねえだろうっていうのと、重説取引じゃなきゃいけない。これね、ごめんなさい。2と4は、あの、もう絶対。えー、後で間違えたらよく見ておいてください。で、3番なんですよ、問題は。宅建業者は土地の媒介の時に、宅建業者ではない売り主に対して、契約成立までのように、宅建者をして、需要事項説明書をこうして説明しなきゃいけない。宅建業者ではない売り主、いらないです。あの、売り主、 重説って買うかどうかの判断材料できますよ。売り主に説明、商品説明いらないんですよ。だから重要事項の説明内容云々の前に、もう入り口を間違えてたら、まずいですよ。うん。ということで、この問題64.1という、え、これだけレベル上がったけど、やっぱり1番って間違えて3番あたりにしたりとか、ね、あなっちゃうのね、ということで、これ5分測れます。うん。 あの、過去問そのままはないけどいや、過去問に出てるのをちゃんとしっかりやってれば、この問題できるんです。次、問いの29。77.3。でもこれも A ランク。うん。これもね、間違えてる方やっぱいらっしゃるんですよ。で、ちなみに、1と3でどうやら迷った感じなんですよ。で、3番がツなんですけど、いいですか ?1 番、宅ってし、金庫以上の件に寄せられた。寄せられた日から3日内に登録しれた知事に届けなきゃいけない。そう。 金庫の経営に処せられた場合、取引士は、老院に入ったら、登録消されちゃう。じゃあ消されちゃうから、処せられた日から30日内に、登録いた知事に届けなきゃいけない。まるだけど、これってすごい久しぶりというか、私も知らない。何年ぶりかわかんないです。え、あの、よく問題集とか、講義では言うんですけど、実際過去問には最近全然ご無沙汰なんですよ。 私ね勉強した覚えあるんですよあの、もう30年ぐらい前に受けたんですけどね、30年、二十いや、27、28年前ですねあの、受けて受かったんですけど、あのこれ、やった覚えなんですけど、絶対疑問だったんですよ。だってこれ、宅建け金庫ですよ、牢屋入ってるんですよ、牢屋入ってるのにえ、どうやって届けてんだろうみたいなえ、どうやってと、これね、牢屋入ったら、宅建けが名前書いて、そんで、監獄の長に渡して、その人が代わりに持ってってくるんです。 うん、だから、これ知らないですよね。そんなのテキストにないから。抗議のネタでは言うんですけどね。絶対わかんないですよね。って、牢屋入って、お暇もらって行くわけねえだろ、みたいな。そんな話でやるんですけど、そう、監獄の長が行くから、これやれるんですよ。だから、これ、どう考えても牢屋に入ったらいけねえじゃん、みたいな罰にした方は、いやー、惜しかったですね。抗議ぜひ聞いてください。えー、これがっつりやるんで。えー、ということで、あと3番。でね、ごめんなさい。1番が、あのー、疑があっても、あの、大臣の講習、えー、 大臣の講習を受講しなきゃならず、有効は五年、ね、これね、あの、有効期間の満了日の更新の時は、大臣じゃなくて、知事の講習です。法定講習。知事の講習。うん、だから大臣の講習って、あの、合格した方って登録実務講習っていうのがあって、あの、なんと2日間で2年間実務経験をやったことになって、すげえ講習があるんですよ。 で、大臣が認めたとか言って、大臣が告げだけど、結局我々みたいな下地の者がやるんですけど、この登録実務講習ってね、実務経験ね、取引士として7年でとできないんですよ。他県の先生方ほとんどできないんですよ。うん。だから、あまりできないからなんか結構来ていただけるんですけどね。今日から申し込み、あの、溝のがあるんでよろしくと、え、いうことでございます。で、何、どうでもいいんですけど、あの、この、このところって、大臣のって、そうか、2年間の実務経験だから、この法定講習は知事な罰と、実はそれほど最近バンバン出てないんですよね。 だから抜けちゃう可能性がある。うん、でもここって知識で大事。でちなみにウォークもしっかりで入ってき、えー、だからここのところね、ちょっとね、過去問って、なんかね、過去問で受かるって言ってあの、資格の学校ってね、最近10年ので構成してて、ちょっと足りない部分がある会社さん結構多いんですよ。うん、だから過去問をやるって言って、なんか一社だけの過去問集だと、ちょっとない足りない部分あるから、今過去問ってネットにいっぱい転がってるのしてますすごいっすよ。 もう、いやこれ買わなくても、プリントアウトすりできるじゃん、みたいな。でも変なサイトからプリントアウトすると改正されてないんでね。うん、そこはちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、だけど、あの、過去問って別に買わなくてもできるし、あと、過去、レクだと30年分ってあるんですけどね。あと、資格の学校いろんなところ十何年分ってある。え、あの、過去問集っていうのをね、それだけじゃなくて、いろんな過去問やって、いろんな出方見るといいです。まあ、少なくともね、あの、予想問題とかをいっぱいより過去問を増やして、 過去問で聞かれる方をちゃんとやった方が効率いいですかね。うん。そしたら、これはちゃんとできるところなんですよ。なので、この問題は取りたい問題。合否分かれる問題です。次、問いの七、問いの30。これね、71.4なんですよ。むずーじゃないですかもうこれ、はい、むずーなんですよ。書いちゃうけど。むずーなんですよ。で、これ、×○○〇〇〇なんですよ。ほいで、あの、もう分かんない。で、少なくとも一番、 これ知ってるっていう話なんですけど、カップ販売って分割払い。はい。6ヶ月以上の期間で2回以上に分割で受領すること。これ×。6ヶ月じゃなくて、1年以上の期間で2回以上なんですって。うん。なんです知ります知ってます知らないですよね。私もこの二十何年間、こので後期で言ったこと試しないです。知らないです。うん。わかんない。うん、丸かな で、これ2番もなんか丸っぽいな。3番も丸っぽいな。秘密漏らしちゃいけない当たり前に丸かな。なんか全部丸に見えませんあの全部丸に見えても、これ正解的にですよ。あ、全部正しいか4つねえねえ。ねえなあ。じゃあ、なんかどれか1つ罰かな ?3。正解と。だから、わかんないからじゃなくて、もう全部丸かなと思っても、これ当たる問題なんですよ。だから正答率が71.4。 あの、取り方なんです。あの、しか、別に大した技術じゃないけど、結局これ全部丸に見えても、いやー、じゃあどれか1個ツなんだ、じゃあ3だなと。どうですやり方全然分かってできますもんね。うん。だから、知識としてこの、一、うん、1年っていうのをちゃんと覚えとく必要があるかって言ったら、まあ、正解誌に絡むということなんだね、個数って。だから、ちょっと見とくのはいいと思いますけど、うん。まあ、これ多分全部丸かなと思って、4がないから3にしたっていうパターンの方が多いはずです。以上。次、問いの1、31。 89.2%取らなきゃいけない。丸、罰、罰、罰。で、まず、価格に用した費用。はい。請求できない。いや、これ、意見述べるための査定。価格査定って言うんですけどね。その費用を請求はできないですよ。込み込みです。中間手数料。だから、丸で多分できたんでしょう、もうね。で、一般媒介であっても、売買すぎ価格記載いるでしょうと。媒介契約書は全部必要的記載事項だから、罰。はい。3番目、千人媒介。 更新から3ヶ月超えることできません。更新も3ヶ月です。はい。4番目。C から依頼されたシートなので一般媒介。はい。書面交付しなくてもいい。売買ならちゃんと交付罰。あの、多分個数でも相当定数高いものでございます。なので、しっかり見とくこと。次、問いの32。87.6。同じく超重要。 で、これも一番しかちょっと見ないようにしておきますけど、た、一番が誤ってます。卓券業者である売り主 A は、卓券業者である B の媒介仲介です。卓券業者の AC と契約締結した。A と B で共同で契約作成した37書面に、B の卓券士の決めようがなされてれば、はい。A はいらない、A はいらない必要ある売り主だから。 自ら売り主として、重説だ何だに参加しなきゃいけないですよ。バツこれもちゃんとやってれば過去問で十分バツってピンポイントでいけるところだから、はい、頑張ってみてください。えー、あと234ごめんなさい。丸なしなんで、後でね、間違えたらよく見といてみてください。次、問いの33。正答率が77.9%。個数だけど結構高かったですね。で、 あー×ー、E×、うまる、A× です。まあ、それは回答解説全部書いてあるんで、まあ、個数は大変ですけど、まあ、どこが×かねってところで、はい、未成年者でも受験できます。はい、卓剣者のところは、成年に達するまで、いかなる場合にもできない。いかなる場合。で、こういうの出たときに、ね、ああ、普通の未成年者って登録できないじゃないですか。でも、いかなる場合かって言ったら、あ、親に営業の許可もらう。 有する未成年者になる。有する未成年者になったら、登録できるんですよね。だから、これって達検試験において、未成年者登録できない。未成年者ダメっていうのは、もう合格レベルの覚え方じゃないんですよ。有しない未成年者は一切できないんです。でも、親に営業の許可もらってたら、取引し、登録できますからね。有する未成年者は。これ、ああ、いかなる場合ってそうか、有するんだったらできるからね。バツ 絶対の知識です2番目、後見登録の宅検者がおつケの選任になる時、オツケに移転いらない、登録の移転って義務じゃないから罰。うん、これも大事。えで3つ目、平家地理の取引士が、はい、事務禁止処分を受けた、常時するようとする場合でも、禁止が満了するまで登録移転ができない。登録の移転で事務禁止間中できないから丸という、これも大事。えでえ なんか、全然見たことないなんか字が出てきましたね。これね、こう、おつ、平定、棒、木って読むんですよ。えー、いや、棒とか木まで出てきちゃったね、っていう。うん、だからこれ、おつじゃなくて、木って読むんですけどね。えー、あの、読めなくても体制に影響はないので、うん、今回、取引し、はい、木、県へ、登録の移転した取引書をこうするときは、残存期間ですよね。残存期間ということは、今までと同じ期間の取引書、丸です。 これも残りの期間っていう風な覚え方だけしてるとこの表現を丸にできない可能性がある。過去も見てください。あのもうすでに出てる言い回しなんで。今までと同じ期間ということは残りの期間ってことです。うん、これに、ね、あのゆっくりちゃんと判断、もしなんかあやふやだったら見てみてください。えその理解をしてちゃんと入れておかないと、宅建業法ってどっちかっていうとなんか、あの、ただの暗記みたいなイメージですけど違いますよね。理解して入れないと。あともう一個は引っ掛け。 ここをちゃんと意識する。引っ掛け方をね、あの、覚えていくっていうのも大事だよってことです。で、やっときました。豊野 34C ランク。はい。38.1。これはね、間違えてもしょうがない問題なんですけど、どうあの、4は×で、で、1と4の戦い。で、2、3間違えた方はちょっとね、後でよく反省して,てください。え、1番、これあの、 既存の建物、中古の場合、建物状況調査を1年以内に実施しているかどうか説明しなきゃいけない。あの、建物状況調査ってインスペクションって、1年以内ものだったら説明いるんですよね。うん、だからそういう意味なんですけど、なんかと、言い方がわかりづらいですよね。う、え、ん、ー、でも1年以内だったら実施してるかどうか、ちゃんとインスペクションがやられてるかどうかを、はい、そして実施してる場合は、内容も言え、丸です。 だから、あんまりなんか聞かない表現だから、これをなんか罰かもしれないってなっちゃった。それはなぜなら全部丸に見えるから。うん、この問題はね、全部丸に見えるんですよ。どうするどうするってなって、目を皿のようにして、気合い入れて把握しばって、もうね、大地のエレギーを吸って、当日、もうどれだどれだって言うと、気つくかもしれない。4番。なんでこれ罰なの指定確認検索官、建築士、 住宅性の評価官の耐震診断を受けたものであるときは、あるときは、その旨を説明しなきゃいけない。受けたんだったらいるでしょうほらーー昭和56年って旧耐震だ人その旨アバンスその旨って何と受けたものであるときは、受けてますと説明すると。お客さんに、あ、これあのー、ちゃんとね、あの、審査受けてんですよ。じゃあ次行きますと。いやいや、受けてんだったらちょっと結果教えてほしくないですか これね、あの、意地悪な問題ですけどね、その胸って、この受けたという胸じゃないんです。内容をちゃんと言えって言うんです、内容を。そこかーっていう感じじゃないですかうん、いやらしいですよね。でね、いやらしい、やらしいんですけど、結局、そのとかあのとか指示語って言うんですけど、それを正確に捉えるというのは、この試験はもうすでに鉄則なんですよ。だから、このそのっていうのが何だ 受けたものであるときそのもね、じゃあ受けてあるって言えないのかいやいやいや、中身も言うだろうってね。そこで見つけられたらいいな、だけど、38.1ということは、できない方が多いじゃないですか。しょうがないですよ。でも今後、あの、この4番は行法じゃないですか。正解者じゃないですか。また同じ出方で必ず出るんですよ。あの、これね、試験自治団体はね、あの、いっぱい間違えて、ざまねえと思ってますよ。ほらほらうまい、庶民どもが、間違えてやがるよし、また出してやるみたいな、そういう人たちなんですよ。 正解詞になったもの、また出るので、この出方は覚えてください。そうか、そのというのが何かをちゃんと読み取んなきゃっていう。いいですね。これ大事な話。だから今回できなくていいです。全部丸に見えて当然です。でも次回からはちゃんと見る。そのというのを。はい。次の問題。35。で、これ、あの、4番が丸で、えツ、ー、×××ツなんですが、うんあの、正解詞だけ見ておきますね。 法人 G に契約した、はい、卓券業者あるか否かにかかわらず、F は G に対し、書面を基づく交付しなきゃいけない。あの、交付はいりますよね。まるだと。うん、ここでまあ、ピンポイントですかね。あと、ごめんなさい、1番とか、足りるいや、足りねえだろうとか、ね、卓券師をして説明、業者相手は、卓券師で説明はいらないとか、うん。あと3番とかだと、うん、契約前にやんなきゃダメですね、中説は。うん、だから罰とか。 あごめんなさい。結局、なんか言っちゃったけど。えー、あの、落とすところないです。うん。だから、1,2,3, きっちり罰。もう一回見直しといてください。次、問いの36,87.2。1番丸。既存であるとき、ね、えー、積みがない中古の場合、県積みがない、その旨説明丸。そうです。あの、書面、書類が、要は、検察済み書とかそういうね、添付書類があるかないか、その状況を言わなきゃいけないですよね。 やっぱりなんか、全部そういう書類が揃ってる物件だと高く買いたい。なんか揃ってないとなんか嫌だなんじゃないですか。うん。そこら辺は説明がいる。一番丸二番額時期説明いらない。契約で決めるから。うもう重設でね、時期とかね、値段ってまだ決まってないっていう考え方なんですよ。あの、仕事だと普通決まってますけどね。うん。仕事考えちゃダメなんですよ。うん。だからお仕事やってると、だ今年って五問免除ね、そんな難しくなかったんですよ。しかも没出しやがってね。 もうそうすると五問目以上人かわい可哀想ですよ、本当にえ。冗談じゃないよと。ただでさえ仕事やってて、その仕事で引っ張られて、実務でやってると試験間違えるのいに、なんだよみたいなね。うん、結構そんなところありましたね。ちょっとね、仕事やってる方で五問目以上方か方可哀想だったなって気がするんですけど、まあ、とりあえずごめんなさい。あの、額とか時期は、え、罰です。あとは、3番目。うん、当該図面、え、あの、存在してることを説明すれば足りるわけねえだろうと。あの、市町村に行きゃも,もらえるんで、カラーのやつと。 いい加減ですね、うん。ちゃんと出して、カラーで。オタクここですよって、場所示す。ハザードマップです。いやそれはわかりますわね、これね。うん。あと4番目、引渡し時期ですね。時期はいらない、ツ。いいですね。はい、次問いの37。え十、ー、16.8。できなくていい。で、できなくていいんで、なんでかって言ったら、これね、あの、いが罰、うが丸なのは多分疑義が、多分おそらくないと思うんですよ、誰もが。 で、一番が、丸というのがびっくりなんですよ。これは難しいですよ。何が難しいかっ言ったら、未完成、はい、建築住宅販売するときに、確認を受けた。い建築確認受けた。で、許可確認受けたら売っていありましたね。広告やっててありましたね。じゃあ、確認受けたんだけど、変更の申請書。一回受けたけど、変更するっていう申請書。 受ける予定だって言えば内容を広告できる。いやいやいや、確認受けてもやり直してんだからダメでしょう、罰って思いませんでしたか思う、思うよ、これと。思いますよ。まるですけど。でね、これはね、あの、すいません。仕事やってると全然普通で、あの、建築確認もらうじゃないですか。で、あの、人によって 3LDK をやっぱり 2LDK にしたりとか、それで中をね、思いっきり変えるっていうのもあるんですよ。 その変えるときに、もともと 3LDK にしたのを 2LDK にするって言って、じゃあ変更の確認ってね、いうのが必要なことがあるんですよ。もう作られるのは決まってんです。じゃあ変更のときは、いやもう一回出てんだから、立てられるのは。間違いないから変更のときはいいですよっていう解釈運用の考え方という。そこからの質問なんですよ。だから、仕事をやってると、 いや、だから、あれだろう建築学に終わってから、お客さんのニーズに合わせて変える、あれ、あれで,あれでしょうん、できるでしょみたいな感じなんですよ。でも、普通に考えて、趣旨考えたら罰じゃないですか。きついです。だから、お仕事やってり大したこと、全然、いや、普通だよっていう方もいるんですけど、こんだけできないということは、うん、やっぱり仕事してない方の圧倒的多数。で、仕事してても、こんな話知らないというのが、多数。 えー、だからみんな、あはつにしちゃった。間違えていいです。問題ないです。うん。で、今後どうかなだけど、へえ、ぐらいに見とけばいいんじゃないですか。えー、でも、卓建業法って満点狙うってよく言われますよね。だったら出てたら見た方がいいです。あの、細かいやつでも。うん。どっちなんだって見た方がいいです。だって満点狙うから。いや昨年出たしたら3年後ぐらいだったら、みんなできるような感じで来ますよ。 うん。だから、まあ、最後は見といていただくといいかなです。で、次の問いの38、96.2。で、ごめんなさい、速やかに受領した金銭返還で丸。で、ごめんなさい、123ね。もういいですね。えもし間違えたらちょっと解説読んでみてください。次、問いの39、89.9。1番、認証、事務処理するとき、成立した時期の順序ツ受付順です。 受理した順です。うん。これ過去問にあります。2番目。当該社員の最寄りの教託書。で、これ間違えた方いらっしゃると思うんですよ。そうそう、最寄りだよねって。ツ。社員って、業者です。業者の本店の最寄りじゃなくて、保証協会、ハトウサギありますけど、2つともね、あのー、千代田区なんですよ。で、東京法務局っていう本局が指定の場所なんですよ。だから、北海道だろうが、どこだろうが、全部東京の法務局の本局っていうことに集まってます。 うん、だから、これ、あの、別に東京法務局って覚えなくていいですよ。え、大臣とかが指定する場所ってなってるんですけど、いや、会社ごとの事務所の最寄りじゃないからパスと。うん。自信持ってできるようにしときましょう。あと三つ目、分担金有価証券ダメ。金銭のみ。うん。四番目、社員と前に取引したものも保護されるよ、丸。あの、これはとろってほしいですね、という問題でした。はい、次の問題。 問いの40。これね、あのー、難しいですね。個数だし。で、あの、B と C の間51.5。取りたいけど取れなくてもしょうがないな、なんですけど、あのー、お電話で充設させていただきます。これまずいな。違反なのはいいですね。あ、問いの40ので、問いの E なんですが、貸主が業者で、はい。 代表者が事情に詳しいから代表者が作った重説がこちらにあります。当社の取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当しまして、貸主って、貸主ですよね。自ら退職なんですよ。うん、なんであなたが出てくるんですかなんですよ、うん。でも誰がやってもいいんじゃないかみたいな感覚で、おうちろんの方も、あの、竹敷でいらっしゃるんですよ。結構ここってなんかおかしい、なんか没になる可能性あるんじゃないって言ってるんですけど、いや、ないです。あの、やるのは仲介なんで。 うん、あの、誰でもいいって、えっと、誰でもいいんだったら、例えば取引士がね、いないときに、道歩いてる人に、どなたか、取引士の方いませんか、と、重説やりたいんですけど、と、医者じゃねえんだから、お医者さんいらっしゃいますかって、そのノリでできたら大丈夫じゃないですか。うん、だから誰でもいいんじゃないんすよ。やっぱりその会社の人、媒介業者がやんなきゃいけないから、貸主の社長、媒介業者としてやっぱやるのはまずいっす。 えー、だからこれできんじゃねえのみたいな、ちょっとなんか話が、なんかワンサカしてて、いやいや、無理だから、みたいなね。少なくとも、やっちゃってるとこはあるかもしれないけど、資金じゃ無理だからと。うん。あ、もう全然罰ですね。だからもうギギも何もなく罰なんです、これ。えー、あの結構なんか騒いでる感じがあったみたいですけど。あと、う、取引である私が決めように代わりにやる。お見せします、問題ない。とえ、これね、あの、これも違反しないですよ。 で画面上でご感激読み上げていただけますでしょうか、で事前にお送りした重設書手元にご用意ください、問題ない、だからうとへ、うん、ということです、はい丸なのは。ということで、違反、違反、違反しない、違反しな答え、あ後で見直しておいてみてください、問いの41、でこれ、あのー、宅建業者の代表者が脅迫ですねで、取り消された、どうですかね、免許を取り消された。 はい。5年間は教託した営業保証金を取り戻しができない。教託金取り戻すのは関係ないですよね。5年間で。あの、新しく免許うんぬは無理でも、教託金はできなくなったら戻せるから5年とかないぞ、×。2番目、送付から2週間以内に教託、丸。う、正当な理由がある場合だけは拒んではならない、丸。はい。え、これ何と弁済業務保証金の額の相当額の範囲内、権利をする、罰。 これ間違える方ってずっとドツボで間違えんですけど、この、弁済業務保証金の相当する額の範囲って言ったら、60万ですよ、これ。本店だったら。営業保証金の額に相当する額の範囲です。あの、これね、あの、日本語で、やっぱり論理の飛躍しちゃう人って、あの、保証金の額、弁済業務保証金は、本店1個60万って知ってるんですよ。でも、その相当額だから、1000万のことだと、読んじゃうんですよね。 いやいやいや、あの、60万に相当するかって言ったら60万です。あの、60万で1000万円上限でもらうんですよね。営業保証金の額に相当額です。あの、この表現過去に出てて、もうぶどつぼにはまる人はずっとはまるんで気をつけましょう。で、問いの42、96.8。はい。2番、評価額、高等でもいいよ、丸。え、ちょっと134、後で見ていてください。43も93.9。はい。2番、×。 これ、あの、引き渡しから1年に限りって、絶対飼い主に不利ですよね。不利な特約はダメだよねーで、で罰。うん。これも93.9。え、ちゃんと間違えたら見といてください。はい。その次、44。これ 95.、95.9。4番、丸なんですけども、E の媒介により F と契約した37社面、A、EF の3社で内容を確認した上で、それぞれ自ら作成した書類を保管した。これです。違反する。 交付せずに。みんなで作って、うん、じゃあ同じものだから皆さん、自分でこかしておきましょうと。だ、ダメですよ。ちゃんと渡さないと。なんか結果的になんか同じ感じになっても、ダメですよ、これ。交付しないと。うん、だから、交付せずにそれぞれ置いときましたと、なんか結果的になんか書類あるからいいんじゃないってダメですよ。うん、交付をする、相手に渡す、ちゃんとね。だから自分で自分で作って持ってるとはダメよ。違反するのは4番と言いうことです。 1,2,3突っ込みどころないですもんね、うん。そこで見てやってください。はい。問いの45。で、これは1番が宅建業者である飼い主。じゃあ、いらないですね。監視担保履行の適用ない。はい。2番。飼い主の承諾があれば、5年に退職できません。もう10年最低。日渡しから10年保証、ええ、もうこれじゃあんなきゃいけないルール。ええ、5年に短く飼い主不利なのはダメ。3番。これ、実は改正点なんですけど、 あの、基準日から3週間経過するまでの間に、10年間どれだけ売ったか、教託をしていけないけない。売ったこととかじゃなくて、この間にやるんですよね。うん、で、基準日が年1回になったと、うん。そこは出てないけど、これ、あ、聞いた聞いた。なんか見たぞ。丸。うん七十77.4でどこ間違えたかわかんないけど、まあ、間違えてるとやっぱり4番あたりで、承認ができてもできる罰。承認いります。あの、これ、 通常の営業を貯金だと広告がいるんですよね。でも広告をいるんじゃなくて、これ、あの、知事に、あの、昔はよく売れてて、最近は売れてないから、え去年から今年にかけて30件、件数10年の売ったのが減ったよって言ったら、10, 10年、10件分取り戻していけんですよ。その場合は承認という。うん、これもちょっと前に出た過去問です。なので、落とすはずがないべきところだと思ってください。 問いうの46。はい。付随する建物。付随する土地。はい。譲り受けと対象として知らない罰。あの、住宅ローンを組むのに、ね、え土地買えなかったら困りますもんね。いや、これ罰だろうって。もう1ピンポイント。はい。次、47。4番丸。建築条件あったら、ちゃんと説明、表示するよね。丸。です。それ以外も、ここのところ行ってほしいですね。まあ、3番あたりが罰で間違える可能性があるんですけど、管理費の額が異なる。その管理費。はい。 困難であるときは、最高額のみと。うん、最低、最高両方です。なんか一番高い金額だけ言っときゃ、とりあえずいいかなっていう感じもするんですけどね。えー、マックスをね。いやいや、最低、最高両方いますよと。うん、だからまあ、経表も間違えたらね、まあ見ておくというのがね、やれればいいでしょう。そして48、これ没問にだったんですよ。うん、これね、なんで没問になったかっていうと、正しいもので、これね、多分123誰もができたんですよ。 もう今年増えた増えた増えたばっかだから、え、だから4番よく知らんけど、丸と。そしたらね、4番も、この、うん、市案第1試案期から第4試験まで連続で増となったと。これね、途中経過だと、これいいんですけど、あの、結果的にね、1期減ってたんですよ。うん、で、どこの時期っていう、この設定も明言されてないから、あ、これまずいな、っていうね。うん、でもおそらくね、あの、試験時単体は123明確だから4番は押し通すと思ったら、 没問にしましたと。やっぱり後から言われるとまずいかなってなったでしょうね。で、多分ね、あの、個人的にも行くし、資格の学校もね、これちょっとなんかおかしくないのみたいなね。そういうの言ってるとかあるんでしょうね。うん。だから、ここのところ結局没問で全員、全員得点です。うん。だから、これ間違えた人は得ですよね。そりゃそうですよね。でも間違えた人ね、10%ちょいしかいねえんですよ。うん。だから超恩恵受けたのってほんと少ないんですよ。うん。だから、だから合格点まで実は影響あったかなってあるけど、でもやっぱ可能性あるんで、人数多いんで。 うん。だから、やっぱ、没問は出して欲しくないですよね。うん。だから、これは、没問だから。まあ、来年別にこれ見る必要もないですけど、そもそも。え、ね、そもそも没問だということです。あと、49、50、両方ともね、96.5と92.8。2番、49は、防災的見地から定地は、好ましいわけねえだろうっていうのと。うん。あと、50、難しいですよね、これ。もう読んでて何この建物ですよね。4番。 軸上げが壁が、真壁と大壁があり、真壁のみでこうする洋風と大壁のみであるが、これらを併用する場合はないいやもう全然123わかんないけど、場合はないって言われると、あるかもしれないな、罰。センス言ったんでしょうね、皆さんね。すごいですよ、92.8ですよ、うん。絶対知らないはずなのに、うわ、すごいなっていう。うん、そういうもんです、五問免除。だから五問免除って、頑張ってやる方が、なんかバカバカしい感じもしません 直前にちょろっと見て、3点、4点取れるとラッキー。で、今回はおそらく、ほとんど取れる方が多かったです。えー、だからなんか5問免除者の方もね、なんか恩恵なくて可哀想だなって気はしましたかね。しかも没問があってね。うん、まあ、それも、宅剣試験ってね、うん、あるんですよ。なんか、俺おかしいんじゃないっていう問題がね、出ることってね。うん、だからそれを乗り越えて、来年受ける方は、もうぶっちぎりましょうね。 えそんな合格戦でどうかなんていうんじゃなくて、もう合格もう全然いけると没問が出るとか何があろうがもう受かるという、それぐらいに頑張って合格してみてください。以上でございます、まあ。とにかく今日ね、合格した方は本当におめでとうございます。で、悔しい思いした方はね、絶対来年ということでね、うん、やっぱり早く動いた方が絶対有利なんでね、うん、頑張っていきましょうということで、はい、ちょっと6分ほど遅れちゃいましたがね、本日のこの解説会はこれで終わります。皆さんお疲れ様でございました。